反日教育を続けてきた韓国。その結果、親日ムードに耐えられない若者に逮捕者が出る始末。お隣の国韓国と我々の国日本は、今まで良くも悪くもいろいろと話題になってきました。日韓関係の悪化も心配されていますが、最近では BTS や TWICE など K-POP アーティストが日本でも人気で、韓国コスメやグルメなども話題となっています。そんな韓国は2022年3月に大統領選挙が行われ、ムン・ジェイン大統領からユン・ソンニョル大統領に代わりました。ムン政権の時は反日運動が多く行われており、日韓の関係はひどいものとなっていました。しかしユン政権に代わると、今までの反日が嘘かのように親日ムードに変わったのです。これには日韓の関係がとても良くなっていると報じているメディアもありますが、実際のところはそんなこともないという声も上がっています。韓国国内には現在も強い反日感情を持っている人が多く存在しています。そのため急な親日ムードに戸惑って暴動を起こし、なんと逮捕者が出る事態となってしまったのです。一体韓国で今何が起きているのでしょうか。今回は政府が急な親日キャンペーンを展開した結果、日韓関係の変化に戸惑って韓国の若者が暴動を起こしてしまった事件をご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。2022年ユン・ソンニョル政権へ変わった韓国は、ムン・ジェイン政権の時の反日ムードとは打って変わって親日ムードへと変化しています。ユン大統領はウォール・ストリート・ジャーナル紙のインタビューで、日本とも関係改善を目標とすると発言するなど、日韓関係を前向きに進める意欲を見せています。2023年3月21日の閣議では、ユン大統領は元徴用工問題などの歴史問題に対して、日本はすでに数十回にわたり私たちに歴史問題について謝罪を表明していると述べました。そして反日を政治利用しないように呼びかけたのです。左派の政治家たちが反日をアピールし、韓国国民からの支持を得ていたことに苦言を呈する形となり、韓国国内で大きく報道されました。左派であるムン前政権の際は、日本製品の不買運動が起こるなど、戦後最悪の日韓関係とまで言われていました。もう改善することはないのでは?と心配されていたにもかかわらず、一転しての親日ムード。今までの韓国からすると驚きですよね。お隣同士の国ですし、もちろんお互い良好な関係を築けるのが一番ではありますが、そこには古くからの問題が残っており、スムーズにいかないのが現状です。実は最近の親日ムードが原因で、韓国では逮捕者が出る事件まで起きてしまいました。韓国の与党国民の力のソン・イルジョン議員が2024年3月3日に、ソサン奨学財団奨学金の伝達式で、朝鮮党幹府の初代党幹だった伊藤博文についてある発言をして問題となったのです。ソン議員は伊藤博文について、朝鮮半島にひどい事態を引き起こした人物であり、それだけに私たちにとっては不幸な歴史だが、私たちより先に人材を育てた先例だと述べました。つまり日本は韓国よりも先に優秀な人材を育てることに成功したという意味で、日本の統治時代の一部を持ち上げるような発言をしたんですね。この発言に対して韓国国内では批判の声が集まります。韓国の不幸な歴史であることを知りながら、あえて侵略元凶の伊藤博文を称賛するように礼を挙げるべきではない。韓国の独立記念日の2日後に開かれた行事でその発言をするなんて信じられない。孫議員は一体どこの国の国会議員なのか。韓国では日本の統治時代を良かったと受け取れるような発言をするのは許されないようです。日本の統治により韓国の教育や文化が発展したという事実を話すことはタブーとされているんですね。批判の声が大きくなったことで、6日に孫議員は自身の Facebook で、奨学事業の重要性に言及する過程で比喩が適切ではなかった点については申し訳ないと謝罪します。しかし
騒動は謝罪だけでは収まりませんでした。韓国大学生進歩連合大新連のメンバー7人が3月9日午前11時20分ごろ、ソウル市ヨンドゥンポクにある国民の力の中央党事務所に侵入しました。そしてソン・イルジョンは辞任して政界を去れというシュプレヒコールを叫び立てこもったのです。一行は警察によって事務所の外へ引き出されましたが、その後も解散要求に応じることはなく、連座デモを続けたため現行犯逮捕されることとなります。そして11日に警察は集会及び市に関する法律違反、暴力行為等処罰に関する法律、そして共同住居侵入などの容疑でメンバーのうち2人の身柄を拘束しました。逮捕者まで出てしまうなんて、かなり大きな問題になってしまったんですね。実はソン議員は過去にも親日と受け取れるような発言をして韓国国内で問題になったことがあります。ソン議員は東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出に対応するために設置されたタスクフォースの委員長を務めました。2023年6月に行われた議会でのこと、韓国の最大野党共に民主党が検証されていない外国の資料を引用し、放出から5から7ヶ月後に韓国の海に放射性物質が流入すると主張していることについて彼はこう言及しました。民主党は2011年の汚染水の放出による韓国の海への影響がないことを知っていて、国際的な基準値内で放射性物質を除去した汚染水を放出すれば問題がないことも知っていると、やや日本寄りの姿勢を見せていたのです。そして5から7ヶ月後に韓国の海で放射性物質が出れば責任を取るとまで発言したのです。それだけではありません。それまで韓国国内では処理水のことを汚染水と表現していました。しかしソン議員は2023年5月11日に韓国国内のラジオ番組のインタビューで以下のように発言します。外部に放流する水については処理されて流されるため汚染処理水というのが正しいのではないかと述べたのです。そして汚染水、核廃水という呼び方は政治への利用が目的だと指摘しました。正しい情報を伝えるのではなく、韓国議員は日本を悪く言うことで支持してもらおうとしているという内容の発言をしたのです。こちらも韓国国内で賛否両論の声が上がり、大きな話題となりました。しかし急な政府によるこのような親日キャンペーンに心がついていくことができず、反日感情が溢れ出て、先ほどの学生のような強硬手段に出る人もいるのが現状です。このような人たちは自分たちの歴史観や思想と違うものをバッシングします。せっかく友好な関係を築きたいと思っても反日感情が渦巻いているため、一筋縄ではいかないのが日韓関係なんですね。韓国は日本を敵視するあまり、一部日本のものは何でもダメという意識を持っている人がいるように感じます。良い部分を見ず悪い部分だけ見て、そこを大きく取り上げ、良い部分でさえも違った解釈をしていることも多々あります。そしてその一部の人たちはそれを正しいこととして大きな声で主張しているので、韓国の声として受け取られている印象です。この強い反日感情が親日ムードになっている今の韓国の中で危険な存在になっています。親日ムードになっていることに耐えられず、反日感情が爆発してしまっているため過激な行動をとってしまうのです。過去最悪の日韓関係からようやく光が見えようとしていますが、一筋縄ではいかないようですね。では昔から続いている反日感情ですが、一体いつどこでどのようにして作られ、そして拡大再生産され今も続いているのでしょうか。そのメカニズムは韓国の教育で行われているようです。ここからは韓国で行われている反日教育についてご紹介していきたいと思います。韓国では幼い頃から反日教育を叩き込まれているといいます。生まれた時から日本は韓国に謝罪と賠償すべきだという言葉を見て、聞いているうちにいつの間にか自身も話しているようになっているのです。韓国の小中高等学校の歴史の授業では、日本統治時代について
過度に事実を歪曲した内容が伝えられているようです。とある学校の小学6年生の社会科では、歴史領域の71ページのうち、日本統治直前から独立までの36年間の反日史におよそ4割にあたる28ページも割いていました。韓国は正しくて日本は間違っている、韓国は被害者で日本は加害者など、私たちからすると反日ですが、韓国からは愛国と取れる内容の授業が行われているんだそう。その結果、幼い学生たちは日本に対する偏った歴史認識を持つようになり、これが自然と日本に対しての敵対心と憎悪心につながってしまっているのです。このような反日教育を受けて育つと、結果的に日本に対して強い劣等感と強い被害者意識を持ちます。これが広がっていき、反日感情を持っている人が多くいる国となっていってしまうのです。日本は曲がりなりにも事実を尊重する努力をして、歴史を振り返り授業を行っています。もちろん日本が悪かった部分も歴史として伝えています。しかし韓国では帝国主義日本に対して独立運動を行い、その圧政を打ち破って建国を勝ち取ったという内容で伝えられているのです。そのため日本統治時代の36年間は悪であると捉え、反日の思想が作られていくことになります。韓国の大手ネットコミュニティで小学生が書いた日本関連のポスター画像が話題となり、その後中央日報などの全国紙でも記事になりました。その絵は日本列島に銃を撃つ、ミサイルを撃つ、ナイフで刺す、日本の国境を踏みつける、日本人が血を流しているような表現など残虐なものでした。しかも残念なのが、このような絵が一枚ではなく複数枚存在しているということです。中には日本を侮辱するような汚い言葉まで書かれていました。お世辞にも上手な絵というわけではなく、低学年の子供が描いたような絵です。中央日報によると、どうやらこれらの絵は授業の一環として描かれているとのこと。さらに驚くことに、これらの絵は絵画展として韓国国内の地下鉄構内に飾られていたのです。あれだけ反日を貫いている韓国でも、これにはさすがに反対の意見が上がりました。中央日報には、子供たちを情緒的に苦しめているだけではないのかという議論が提起されていると書かれていたのです。そして書かれている暴力性が小学生が書いたとは想像できない水準で、子供たちの精神状態を心配する声や、憎しみを教えているのではという批判の声があることにも触れています。小学校低学年くらいの子供に書かせる内容としては度が過ぎているように感じますよね。一方で、日本は韓国に対してもっとひどいことをしているではないかなどの擁護する反応もあったことも書かれています。ただただ誇らしいや、これで韓国の未来は安心だという称賛するような内容のコメントも少なからず見られました。この絵を描いた授業が学校なのか違う教育現場なのかは不明ですが、このような内容の授業がよく成立したなと驚いてしまいますね。この他にも、反日教育が行われた実際の生徒たちからの告発が大きな話題となったことがありました。2020年にソウル市にあるインホン高校の生徒たちが、学校から反日行為を強要されたとして抗議する異例の事態が発生。同校の生徒がソウル市教育庁に学校の監査を求める請願書を提出し、学校の反日教育の内容を話す会見まで開かれました。彼らが告発するきっかけになったのが、校内で行われたマラソン大会でのこと。教師が生徒に対して、安倍自民党は滅亡する、日本の経済侵略に反対するなどの反日スローガンを叫ぶことを強要したといいます。これに疑問を持った生徒数人が声を上げると、多くの生徒からマラソン大会以外にも反日を強要させられた事例が集まってきました。インホン高校の教師は社会通念上決して許されないことを言ったとしても、それが反日を煽るものであれば全て正しい教育であるかのように振る舞うそうです。中には教室に入ってきた先生が開口一番、お前らちゃんと日本製品の不買運動やってるかと問いかけてきたこともあるといいます。このような実際の教育現場の話を聞くと、一部の学校では幼い頃から反日教育が行われているということがわかります。韓国側からの言い分もあるとは思いますが、
ここまで露骨に反日教育が行われているのはとても悲しいです。こんな話もあります。大学で知り合った韓国人の学生と日本人の学生のお話です。韓国人の学生は、日本に来るまで日本には鬼が住んでいると思っていたけど、来てみたら人間が住んでいると分かりました。と日本人の学生に話したんだそう。彼は激しい反日教育を受けた世代で、その影響で彼にとって日本人は鬼となっていたのです。幸い彼は日本と関わりを持とうとしてくれたおかげで、日本人が鬼ではないと分かってくれたのですが、今もこのように誤解している韓国人は多くいるのが現状でしょう。国やそこに住んでいる人を理解するときに、私たちはその国について知っている人の話を聞いたり、インターネットで調べたりします。しかし、それが事実であるとは限りません。今とは違う昔の話であったり、何かの意図があったり、限られた経験に基づくものだったりと様々です。例えば、海外の人が日本に1、2回来ただけで、日本はこういうところだよ、日本人はこういう人だよ、と語っていたらどうでしょう。しかも、それが悪い形で理解されていた場合、そんなこともあるかもしれないけど、それは日本の一部で全てじゃないよ、と言うと思います。たまに海外の映画などで日本人キャラが出てくる時など、侍言葉になっていたり、変に書かれていることがありますよね。他の国の文化や人を理解するというのは、そう簡単なことではありません。ましてや、接したこともないのなら、なおさらではないでしょうか。先ほどお伝えしたインフォン高校の声を上げた生徒は、日本メディアの取材にも答えてくれました。お隣の国同士、仲良くした方がいいに決まっている。韓国にも韓日関係を改善したいと願っている人や、行き過ぎた反日行為に眉を潜めている人はたくさんいる、と述べました。反日教育を受けていても、このように疑問に感じて声を上げてくれる人もいます。しかしながら、現在でも韓国では反日感情が色濃く残っています。今後、お隣の国同士、仲良くしておけばよかったという場面が来るかもしれません。その時に、韓国側が反日感情によって、正しい判断ができなくなってしまうことが、ないといいですよね。今回、逮捕者が出てしまった事件のように、行き過ぎた反日感情により、大きな暴動にならないよう、韓国は反日教育を改めて見直すことが必要だと感じます。韓国は、今までもサッカーや野球の世界大会で、反日感情を剥き出して戦う姿を世界に見せてきました。殺気立っている試合の中では危険なプレーだったり、スポーツマンらしくない非常識な行動を取ることもありました。それにより、国際試合を見ていた海外の人の中には、韓国に対してあまり良いイメージを持っていない人もいます。逆に日本はそのような行為を行わないので、日本は素晴らしいと評価されることも多々あります。自分たちが反日感情を出したことが、韓国のイメージのマイナスになってしまっているのです。国同士の根強く残っている難しい問題ではありますが、少しでもお互いにとって良い方向に行くよう、今後も見守っていきたいです。国を守る兵器といえば、国防を担う大事なもの。多少高価でも、性能がいいものを買いたいところですよね。ところが、中国は違いました。なんと、中国軍の兵器調達を一手に握る重要部署に巨大な汚職組織が発見されたのです。つまり、高価なのに性能が悪い兵器ばかり買っていたということ。当然、軍事費はダダ漏れで、そのまま高官たちのお小遣い。余ったお金で開発されたポンコツ兵器ばかりが軍全体に配備されることになったのです。その弊害はすでに現れています。撃ったミサイルが狙った場所に飛んでいかない。そんな大事件がなんと2年も前から起きていました。しかもこの事件には日本も思わぬ形で関係していたのです。今回はこの中国軍全体を巻き込む大汚職事件について見ていきましょう。2023年12月、人民解放軍で大粛清が行われました。日本の国会議員にあたる
全人代代表が同時に9名も解任されたのです。この9名は全員が中国軍の将軍。うち3名は最も階級の高い上将という地位にありました。それほど高い軍高官がこれほど多数同時に解雇されるというのは異例中の異例。アメリカの CNN も静かな嵐が人民解放軍を飲み込んでいる。有力な将軍たちが続けざまに姿を消した。と報じていました。この大粛清の原因とみられているのが汚職。粛清された将軍たちはほぼ全員が兵器の調達や開発に関わっていたのです。さらに粛清の2日前には人民政治協商会議という企業が国に要望を出す会議でも3名の委員が解任されました。この3人は全員が大手軍需メーカーの会長や副社長などの経営陣。そのため、米 CNN が取材した中国の専門家たちも、汚職摘発が理由だろう、と口を揃えていました。また、汚職を裏付ける証拠は他にもあります。実は、粛清された将軍の中には、習近平が非常に可愛がってきた腹心の部下も含まれているのです。習近平は国家主席就任以来、汚職撲滅を大義名分に、ライバル政治家たちを次々と粛清してきました。90年代以降の中国は、金権政治の全盛期。汚職をしていない政治家なんていない、と言われるぐらいでした。そのため、気に入らない政治家を調査すれば、すぐに証拠を見つけて、そのまま失脚させることができたのです。つまり、習近平にとって汚職はライバルを蹴落とすための手段といえます。ところが、今回粛清されたのはライバルではなく、腹心の部下。これはもう失脚させるための言いがかりとは思えませんよね。本当に汚職があったからこそ、習近平は泣いて馬謖を切ったのです。しかし、その馬謖がやった汚職は、中国軍全体に致命傷を与えました。筑波大学名誉教授で中国問題グローバル研究所所長の遠藤誉氏はこう指摘しています。想像できないほど巨大な汚職組織が中国軍を土台から蝕んでいた。習近平が目指してきた軍事大国化の夢もついえてしまった。この汚職事件によって中国の軍事大国化も水の泡になったと指摘しているのです。中国で汚職なんて当たり前なのに、そんな大事になるの?と思ってしまいますよね。しかし、遠藤教授は2つのポイントを指摘しています。1つは、粛清された人物たちがミサイル開発、調達に関わってきたこと。もう1つは、腹心の部下を中心に、大規模な汚職組織が作られていたことです。まず、ミサイルとの関わりから見ていきましょう。そもそも中国が軍事大国化を目指す上で最も力を入れてきたのがミサイルでした。2015年に発表された国を挙げての産業育成計画、中国製造2025の主な目的もアメリカに頼らない形で宇宙開発を進めること。衛星打ち上げに使うロケットの技術は、そのまま弾道ミサイルにも応用できます。つまり、習近平の目指す軍事大国化、イコールミサイル技術の発展なのです。ところが、今回粛清された9人の将軍のうち、なんと8人がこのミサイルに関わっていました。例えば、弾道ミサイルを扱う専門部隊。ロケット軍からは、前司令官と前々司令官を含む4人が粛清されています。また、人民政治協商会議から除名された3人の委員も、全員がミサイル、ロケット関連の軍需メーカー出身でした。要するに、粛清されたほぼ全員がミサイルと深い関わりがあったのです。その上、
その誰も彼もが汚職に手を染めていた。当然、まともな調達が行われていたはずがありません。米ブルームバーグは、同国情報機関からの分析として、燃料の代わりに水が注入されたミサイルが存在すると報じています。繰り返しになりますが、習近平の目指す軍事大国化イコールミサイル技術の発展です。遠藤教授が習近平が目指してきた軍事大国化の夢もついえてしまったと指摘したのにはこういった理由があったのです。しかし、このような事態は何もミサイルに限った話ではありません。なぜなら、教授の指摘する通り、巨大な汚職組織が中国軍を土台から蝕んでいたから。鍵を握るのは、習近平が可愛がってきた腹心の部下、李尚福陸軍上将です。李上将は、まさに側近中の側近。2016年に中将へ昇格した後、2019年には上将に、2022年には中央軍事委員会のメンバーに、2023年には国防省にと、数年ごとに破格の出世を繰り返しています。中国軍事委員会とは、共産党における軍事部門の最高機関。主席委員である習近平を含めても、メンバーはわずか7人しかいません。そこに抜擢されるほど、李上将は厚遇されていたのです。ところが、2023年9月、彼は忽然と姿を消しました。北京で開催された国際フォーラムで国防相として演説した後、公の場に一切姿を現さなくなったのです。当時は、1ヶ月前にも外相が消えていたこともあり、よくあること、とほとんど注目されていませんでした。しかし、アメリカのエマニュエル駐日大使がこの行方不明を指摘。まるでアガサ・クリスティのそして誰もいなくなったのようだ。と SNS に投稿したことで国際的な注目を集めました。そして2週間後にはその理由が A ・フィナンシャル・タイムズの報道によって判明します。李上将は汚職の疑いで捜査を受けているとバイデン政権は結論付けた。そう報じたのです。この見方は当たっていました。約2ヶ月後の2023年10月末、習近平本人からの主席令として李上将の国防相解任と中央軍事委員会からの追放が発表されたのです。側近中の側近が就任わずか半年で解任されるのは汚職が原因としか考えられません。しかし、そんな汚職軍人を可愛がってきたツケは高くつきました。李上将がキャリアをスタートさせたのは、ミサイルの発射試験を行う部隊。その後も人工衛星やミサイルの開発に携わり、2017年には装備発展部の部長にもなっています。この部署は軍全体の装備開発と、調達を一手に握る最重要機関。民間の軍需メーカーと協力して新たな装備を開発、購入するのが主な役割となっています。まさに今回の大粛清が行われた部署で長年にわたってラッツワンを振るってきたのが李上将だったのです。実際、今回この整備発展部からは副部長と元副部長の二人が粛清されています。二人の副部長が汚職をしていたのに、部長だけが清廉潔白、なんてことはありえません。つまり、李上将は軍全体の装備を開発する、いわば軍の心臓部で巨大な腐敗の巣を作り上げていたのです。中国軍が使うあらゆる装備が李上将らによる汚職の産物であると言えます。先ほどご紹介した燃料の代わりに水を入れたミサイルと全く同じポンコツ兵器が軍のあらゆる場所に潜んでいるのです。実際、中国製兵器からは数々の欠陥が発覚しています。しかもその中には日本と関係したものもあります。ここからは
汚職のオンパレードによる中国の軍事費ダダ漏れの成果を見ていきましょう。まずご紹介するのはミサイル関連の欠陥問題。実はこの大粛清を受けて中国の専門家からは2年前の謎が解けたという声が上がっています。その謎とは2022年の米ペロシ下院議長の台湾訪問に対抗して行われた中国軍による演習で生まれたもの。この時専門家なら必ず首をひねるようなことが2つありました。一つはミサイルの実弾演習が初日の1時間だけで終わってしまったこと。軍事演習は自分たちの強さを誇示するのが目的なので、派手な実弾演習は基本的に最後の最後のクライマックスとして行われます。それか演習の最初から最後まで派手な発射を続けるかです。ところが中国はそのセオリーに反して最初の1時間だけをクライマックスにしたのです。そして2つ目の謎はそのミサイルが日本の EEZ に着弾したこと。しかもその着弾数は5発とわずか11発しか発射されなかったミサイルのほぼ半数を占めていました。演習の主目的は台湾を牽制することなのに、なぜかミサイルに限っては日本と台湾の両方に対して同じくらい力を入れていたのです。台湾のついでに日本を牽制するならわかりますが、それぞれ5発、6発と均等に牽制するのは少し不可解ですよね。しかし、この2つの謎は2年越しに解決しました。実は、当時から海外の専門家たちは、発射したミサイルが予想外の軌道を取ったため、実弾演習は中止された、と分析していたのです。つまり、本当は台湾近海に落とすはずのミサイルがなぜか日本近海に落ちたせいで、本来は続けるはずだったミサイル発射を慌てて中止したという分析ですね。そして今回の大粛清でミサイル発射を担うロケット軍の幹部からの汚職が明らかになりました。ミサイルの精度に関わる部品のランクを落としてその差額を懐に入れるといったことをしていたのでしょう。燃料の代わりに水を入れるくらいなら安い部品を使うのにためらいがあるとは思いません。そのため専門家からは2年前の謎が解けた、汚職が原因だったという納得の声が上がっているのです。実はこういった欠陥問題は他にも枚挙にいとまがありません。例えばケニアでは中国製の装甲兵員輸送車が逆に兵士の命を奪う事態になりました。この種の車両は輸送中の兵士を守るために頑丈な装甲を備えています。種類にもよりますが、小銃や手榴弾程度の攻撃には耐えることが可能です。しかし中国製は違いました。導入からわずか数日後、手榴弾の攻撃を受けて乗車中の兵士5名が亡くなったのです。またこの事件の直後には IED 即席爆発装置によって乗車していた政府職員6名と民間人1名が亡くなりました。この事態に激怒したケニア軍が中国メーカーの担当者に、装甲を小銃で撃つから車内に乗車していてくれと申し出たところ、断固として拒否されたそうです。つまり作った本人たちですら装甲の頑丈さを全く信用していないということ。担当者は装甲車は安全だと繰り返すだけだったそうです。また中国にべったりのパキスタンも欠陥兵器に苦しめられています。総額1100億円で購入した4隻の中国製フリゲート、小型の戦闘艦に致命的な欠陥が発覚したのです。まず搭載されたレーザーは完全なる欠陥品でした。周囲の目標を全く発見できないのです。周りに標的用の無人機を飛ばしても、システムは周りには何もいないと表示します。これは船に対しても同様で、すぐ近くに他の艦がいても、やっぱり周りには何もいないと言ってくるのです。
またエンジンにも欠陥が見つかりました。出力が上がらず、ノロノロ進むことしかできないのです。さらにエンジンの騒音がひどすぎるため、音で海中の潜水艦を見つけるソナーも使い物にならなくなっているとのこと。あまりの欠陥ぶりに、イタリアのシンクタンクジオポリティカは、中国のフリゲートがパキスタン海軍に悪夢を見せていると表現していました。確かに敵の航空機や潜水艦を探知できず、一方的に攻撃されるしかない船なんて悪夢としか言いようがありませんよね。この他にも中国製兵器に関しては、山道も走れるはずの中国製戦車が実際には走れなかった。バングラディシュ、中国製ヘリが導入直後に墜落した。カメルーン、紛争地帯で回収された手榴弾のうち半数が爆発しないものだった。カシミールなど、数々の欠陥が世界中で発覚しています。フリゲートのような大型兵器から手榴弾のような小型兵器まで、あらゆる兵器がポンコツなのです。これはまさしく装備発展部という兵器開発を一手に握る重要部署がどっぷりと汚職に染まっていた成果といえます。軍事費がダダ漏れになった結果、本来は兵器開発に使われるはずだったお金が誰かの懐に流れ込んだせいで、中国はまともな兵器を作れなくなっているのです。しかもひどいのは兵器だけではありません。アメリカからは、中国軍の組織そのものが致命的な弱点を抱えているという指摘がなされています。そう指摘したのは、米国防大学国家戦略研究所のジョエル・ウズノー博士。博士が言う弱点とは、幹部らが軍をまたいだ経験に乏しいこと。中国軍の幹部たちを階級順に上から300人調査したところ、ほとんどが出身軍以外での勤務経験がなかったそうです。つまり、私は海軍出身なので、陸や海のことは全くわかりませんという人が大多数だったのです。これは最高位の階級である上将でも同じでした。上将は軍全体の指揮を取るのが役割。今回ご紹介した汚職軍人の李上将も、軍全体の装備開発を担当していましたよね。しかし、そんな上将でも31人中8人は出身軍以外での経験が全くなかったのです。これではまともな指揮なんてできません。現代の戦争は統合作戦が基本。陸空海に加えて、宇宙やサイバー空間で部隊同士が協力して戦うのが大前提です。1991年の湾岸戦争でも、アメリカは人工衛星でイラクの兵力装置を把握した上で、空軍と海軍によるミサイル攻撃を加え、最後に陸軍が攻勢に出ました。このような統合作戦を行うためには、他の軍がどう動くかを指揮官がよく知っていないといけません。しかし、中国軍はその知識にも経験にも乏しいのです。また、ウズノー博士によると、31人の上将のうち、約半数が純粋培養の政治将校なのだそう。自分で作戦の指揮を取ったことすらなく、党の命令に従って指揮官を監視することしかやったことがないのです。ちなみに、アメリカでは少将以上への昇進には出身軍以外での勤務経験が必須で、40人いる大将は全員がその経験を持っています。もちろん、作戦指揮の経験がない政治将校だって存在していません。中国軍は組織そのものが戦争できる状態にないのです。軍トップの半分に作戦指揮の経験がなく、他の軍の知識にも乏しい組織が海を越えて台湾を攻めることなんてできるのでしょうか。しかも、その軍が使うのは欠陥兵器ばかりなのです。あまりの惨状に海外からは批判が押し寄せていました。高官が汚職で金を稼ぎ、末端の兵士はボロボロの兵器で戦う。ザ・共産主義って感じだね。そもそも中国軍は一人っ子だけで構成された史上初の軍隊だ。一人息子が独裁者の犠牲になるのを一体誰が共有できる？
中国の実戦経験は1979年のベトナムの戦いが最後だ。訓練だけじゃ限界があると思うな。どれもこれも正論ばかりですよね。実戦経験がないだりに、中国は軍事強国を目指してミサイル開発に相当な力を入れてきました。2024年度の軍事予算も約 34.8 兆円と、深刻な経済停滞にもかかわらず過去最高を記録しています。しかし、この莫大な軍事費が流れ込む軍の装備発展部には、李上将による汚職の巣窟と化していました。その結果、出来上がったのは燃料の代わりに水が注入されたミサイルといった全く使い物にならない兵器ばかり。汚職のオンパレードと軍事費ダダ漏れによって、中国軍はまさに張り子の虎になっていたのです。アメリカの言う通り、中国軍は致命的な弱点を抱えています。経済だけではなく、軍すら崩壊する日も遠くはないのかもしれません。祖国への絶望、終わらない経済停滞、中国当局の圧力に葛藤する若者たち。高度経済成長を謳歌し、将来への希望と自信に満ち溢れていた中国の Z 世代。彼らは今、習近平政権への怒りからデモを起こしたり、次々と故郷を捨てて国外に逃亡しています。Z 世代をそのような状況に追い込んでいるのは、長期化する経済停滞と中国当局の圧力。経済停滞による就職への不安や政権への批判を厳しく取り締まる中国当局への恐怖が若者たちを苦しめているんです。自由を求めて国外に逃亡するか、自由を諦めて中国にとどまるか。将来への期待に胸を膨らませていたはずの若者たちは、今やそんな究極の選択を迫られています。今回は、習近平政権への怒りを爆発させる若者たちに焦点を当て、彼らがどのように現状に向き合っているのかを深掘りしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。1995年から2005年の間に生まれ、高度経済成長を謳歌していた中国の Z 世代。中国経済が目覚ましい発展を遂げ、世界でも中国の存在感が増していく中で、彼らは自信を育み、自分たちの未来は輝かしいものであるに違いないと信じていました。ところが、チャイナドリームの創出により、 Z 世代の若者たちは突如大就職氷河期に放り出されてしまいます。その結果、今や未来への希望が持てないという状況に陥っているのです。若者たちの自信をあっさりと消し去ってしまった中国経済の停滞は、2024年の春節が明けてもなお国民の生活を圧迫し続けています。2月10日から2月17日にかけての大型連休における国内観光収入は、前年比 47.3% 増の6327億元、日本円にしておよそ 1.3 兆円です。コロナ前の水準を上回っているということもあり、数字だけを見れば中国経済もちょっとは回復するんじゃないと思ってしまいますが、そう単純な話ではありません。というのも、ロイターの試算により、一人当たりの観光支出額の平均は1335元にとどまっていることが明らかになっているんです。2019年の一人当たりの観光支出額は1475元でしたから、今回の試算で出された数字はそれを 9.5% も下回っているということになります。中国人の節約志向はまだ続いているのだということが読み取れますよね。そして、さらなる絶不調に陥っているのが不動産市場です。2024年2月18日、不動産関連指標を扱う中国指数研究院が、春節期間中の新築住宅販売が昨年に比べて約 27% 減少したと発表しました。このような事態に、中国政府は不動産市場の立て直しを急ぎます。2024年2月20日、中国人民銀行は
住宅ローン金利の目安となる期間5年超の金利を年 3.95% にまで引き下げました。この数字は過去最低水準のもので、2月5日に1兆元、日本円にして約21兆円の長期資金を市場に放出したことに続く緩和策となりました。中国人民銀行が先頭を切って支援に乗り出しているという実情がうかがえますよね。人民銀行による支援の背景にあるのが、これまで景気対策を引っ張ってきた地方政府の苦境です。地方政府全体が発行した債券残高は2023年末には40兆元、日本円にして約820兆円を突破。年間の支払い利息は1兆2000億元、日本円にして約25兆円を超えているんです。めちゃくちゃ切羽詰まってるじゃんと聞いているだけでハラハラしてしまいますよね。このような状況にもかかわらず、なかなか大規模な財政出動に踏み切らない中央政府。中国人民銀行の支援に依存した状態が続く中、海外金融機関の間では、この景気の落ち込みは春から夏にかけてさらに悪化するだろう、なんて予想も立てられているんです。さらに事態を悪化させているのが、2023年7月に施行された改正反スパイ法です。スパイの摘発などを担当する国家安全部は、SNS をはじめインターネット上に流れる中国経済への批判に目を光らせ、厳しく取り締まるように。それが中国での事業環境の悪化につながり、海外投資家たちの間で中国離れが進むという事態に陥ってしまったんです。その結果、2023年の中国への直接投資額は前年比 82% 減の330億ドル、日本円にして約5兆円となり、30年ぶりの低水準を記録しました。 82% 減って、見限られているにも程があるでしょうと聞いているだけで参ってしまいますね。そんな中、中国の Z 世代の間で高まっているのが習近平国家主席への怒りです。2013年に国家主席に就任した習近平は、中国の夢という中国民族の復興を目標としたビジョンを掲げました。そして2012年にはアメリカの半分だった中国の経済規模は驚異的なスピードで成長を遂げます。2020年末にはイギリスのシンクタンクが、中国は2028年にアメリカ経済を追い抜くという予測を立てたほど、その成長は世界を驚かせるものだったのです。その予測は決して大げさなものではなく、2021年には中国の GDP はアメリカの 76% にまで接近。中国がアメリカを抑えて世界一の経済大国になるのも夢ではないという期待が中国国内で高まっていったのです。しかし、それをピークに中国経済の規模はみるみる縮小していくこととなりました。アメリカと中国の経済格差は再び広がり始め、2023年の中国の GDP はアメリカの 64% にまで縮小。世界一の経済大国になれるかもしれないという希望はあっけなくついえてしまったのです。そんな中、2億6000万人に上る中国の Z 世代からは、生まれる時代を間違えたという嘆きの声が続出。かつては中国経済の黄金期を経験し、自信に満ち溢れていた彼らがそのような状況に陥ってしまうなんて悲惨ですよね。こうして未来への希望を壊された Z 世代は、連日抗議デモを起こし、習近平政権に対する怒りを爆発させます。そんな中、2024年2月21日付のニューズウィーク日本版により、Z 世代が習近平に辛辣なあだ名をつけていることが明らかになったんです。もともと中国人はあだ名をつけることが大好きではあるものの、国の最高権力者にあだ名をつけるのは恐れ多いことだという風潮がありました。もちろん、最高権力者があだ名をつけられた例が全くなかったわけではありません。毛沢東と敵対関係にあった国民党の支持者は、コソ泥を意味する毛族というあだ名で毛沢東をけなしていました。さらに、2代目の最高権力者である江沢民にも、シンプルなだけに辛辣さが際立つガマガエルというあだ名をつけた例もあるんです。なんとも不名誉なあだ名をつけられてしまった毛沢東と江沢民ですが、つけられたあだ名はそれぞれその一つだけ。
しかし、Z 世代が習近平につけたあだ名の数は、2022年半ばの時点で546個もあったというんです。546個ものあだ名を生み出すなんて、Z 世代の発想力すごくない?と、ちょっと感心してしまいますね。それでは、Z 世代が習近平につけたあだ名の一部を、ざっと見ていきましょう。まず一つ目は、パオズ。直訳すると、肉まんという意味ですが、中国では相手を田舎者と揶揄するときにも使われると言います。二つ目は、小学博士。かつて中国には、大学博士という最高学者への称号が存在しました。それと対になるような、小学博士というあだ名をつけることで、習近平をこき下ろしているというわけですね。他にも、ナチスドイツの独裁者であるアドルフ・ヒトラーをかけたものや、習近平の呪いの言葉を表すものなど、Z 世代の習近平の怒りが込められたあだ名ばかりなんです。国の最高権力者に500個を超える不名誉なあだ名が付けられるという異常事態に、中国政府は危機感を強め、国有企業などに人民武装部というセクションを新設しました。これは人民解放軍が管理する準軍事組織で、民衆暴動などが発生した際に駐留している部隊が企業を防衛するために設けられたといいます。軍事力を行使してでも国民を威圧するというのは、いかにも中国政府らしいやり方ですよね。しかし、このような手段では封じ込められないほど、国民の政府への怒りは膨れ上がっています。力でねじ伏せるやり方は、さらなる反感を買うのだということに、中国政府がいつ気がつくのか、今後の動向に注目ですね。中国経済の停滞により、習近平政権への怒りを高めていく中国の若者たち。連日抗議デモを行ったり、習近平にあだ名をつけることで、その怒りを爆発させていますが、彼らの抵抗はそれだけでは終わりません。中には、中国の行く末に絶望し、故郷を捨てて国外に逃れるという選択をする若者もいるんです。若者たちが国外逃亡に踏み切る要因となっているのは、厳しい言論統制と脅迫、拘束への恐怖です。2022年末、中国各地で白紙デモと呼ばれる大規模なデモが行われました。デモの参加者は、この国には言論の自由がないということを白い紙に掲げて表現し、ゼロコロナ政策への不満を訴えたのです。ゼロコロナ政策とは、新型コロナウイルス拡大防止のために強制隔離や厳しい行動規制が行われた政策です。ニュース番組でもたびたび取り上げられていたのを覚えている方も多いのではないでしょうか。感染者が確認されると、建物だけでなくその地域一帯が封鎖されたため、社会や経済への影響はとても大きいものでした。自由を制限された生活に国民の不満が高まる中、2022年11月24日に新疆ウイグル自治区の高層マンションで火災が発生。10人の死亡が発表されると、彼らが犠牲になったのは感染対策のために通路が封鎖されていたからだという情報が瞬く間に広まったんです。それをきっかけに国民のゼロコロナ政策への怒りが爆発し、中国各地での大規模なデモにつながりました。中国当局はすぐさま参加者をあぶり出し、二度と抗議活動を起こさないよう警告。それだけでなく、デモの参加者たちを脅迫、拘束するに至ったのです。中国当局からの圧力がどんどん強まっていく中、多くの若者たちが国外への逃亡を決意。2023年10月に故郷である中国を捨てて日本に逃れたある女性は、国が私たちの自由を奪った、と中国の惨状を語りました。彼女は2022年11月に北京で若者たちが起こしたデモの現場に駆けつけていました。若者たちが訴えていたのは、好きなように SNS を使いたい、ごく普通の日常生活が送りたい、というささやかな希望。デモを起こさないと当たり前の生活を送ることもできない、という若者たちの悲痛な思いが伝わってくるようですよね。女性が現場に駆けつけたおよそ1時間後、警官が次々とデモの参加者を拘束、連行し始めました。恐怖を感じた彼女は慌ててその場を離れましたが、数日後、警察が自宅にやってきて、彼女の父親に対し、
お宅の娘の思想は危険だから厳重な監視が必要だと迫ったのです。スマートフォンの位置情報で自宅を特定されたのだろうかと怯える彼女にさらなる恐怖が降りかかります。デモに参加した友人が半年もの間中国当局に拘束され、解放されてからもフラッシュバックにより眠れないという状況に陥ってしまったんです。友人の悲惨な姿に彼女は故郷を捨てる決断をしました。また2023年の春に日本に逃れてきた男性は、中国では仕事を続けることはできないという絶望から祖国を離れる決断をしたといいます。中国で映像制作の仕事をしていた彼は、当局による映像作品への厳しい検閲により創作の自由を奪われる怒りに耐え忍ぶ日々を送っていました。しかし中国を離れる頃には怒りは無力感に変わってしまっていたといいます。このように中国当局の圧力を恐れて次々と国外へ逃亡する若者たち。しかし国外に逃れてもなお当局に監視されているかもしれないという恐怖が常につきまとっているんです。中国から海外に逃れたある女性の家族のもとには、当局からお宅の娘は今海外にいるのかねという電話がかかってきたといいます。さらに SNS で中国政府を批判する投稿をした直後に、中国当局らしき人物から電話がかかってきたという恐ろしい経験をした若者も存在するんです。故郷を捨てるという辛い決断をしたにもかかわらず、未だに中国当局の監視に怯えている若者たちを思うと胸が締め付けられますよね。また国外に逃亡することなく中国に留まっている若者たちも同じように悲痛な思いを抱えています。日本や韓国ではバラエティ番組で首相のモノマネをしたり、ニュース番組で政治家に意見することは当たり前なんでしょう。中国でそれをやれば監獄行きなのに、と言論の自由がない閉塞感を嘆く若者が後を絶ちません。その一方で、政府に抗議すれば鎮圧されるのは当たり前、自分の気持ちや周りの環境、政治状況を少しずつすり合わせて自由を諦めることも大事だと思うと、 SNS を好きなように使えたり中国当局に怯えずに済む生活を諦めてしまっている若者もいるんです。現状への向き合い方は違えど、故郷である中国を見限ってしまっているというのは多くの若者たちに共通していること。このような状況に世界中からコメントが殺到しています。高度経済成長を目の当たりにして希望に胸を膨らませていたのに、どん底に突き落とされた若者たちは気の毒だね。人にはそれぞれの志がある。自分の気持ちに素直になって、必要なら故郷を捨てるのも悪いことではないさ。中国政府がやり方を改めない限り、若者たちは息苦しさを覚えてどんどん海外に逃げていくだろうね。なぜ彼らが故郷を捨てるという決断をしたのか、政府はよく考えた方がいい。海外投資家が中国に投資をしたのは、中国の成長性に惹かれていたからだ。成長はしたけど質が伴っていなかったせいで転落も早かった。投資家の間で中国離れが進むのも当然のことだよ。独裁者は国民の生活より自分への権力集中を重視するものだといういい例。これじゃあ国民に見限られるのはもちろん、外国からの評判もどんどん悪くなっていくだろうね。国外への逃亡を余儀なくされた若者たちへの同情の声や、中国政府の国民を抑えつけるようなやり方を批判する声が見受けられますね。いつ終わるかもわからない経済の停滞や中国当局の圧力に絶望し祖国を見限ってしまった若者たち、彼らが再び将来への希望を取り戻せる日が来るのか、私たちも見守っていきたいですね。もう限界？中国共産党の言論統制が崩壊。皆さんは日本政府への批判や政治への不満をメディアで見たことはありますか？日本では比較的自由に政府批判を報道することができますよね。しかし世界には政府への批判を自由に報道できない国があります。その一つがお隣の国、中国です。中国で大規模なメディアの検閲が行われているのは広く知られているところ。
そんな国なので、国内外問わず中国の報道を信じていないという人が多いことでしょう。さらに報道だけでなく、個人が SNS などで自由に意見を発信することもできません。ところが、そんな中国で共産党への反乱とも取れる報道が確認されたのです。ついに中国で言論の自由が実現できる日が来たのでしょうか。それともそれはただの幻想に過ぎなかったのでしょうか。最後まで見ていただけたら、きっとこれからの中国が見えてきますよ。それでは早速行ってみましょう。言論の自由の擁護を目的としたジャーナリストによって1985年に設立された国境なき記者団は、毎年報道の自由度ランキングを発表しています。それによると、2023年に中国は180の国地域のうち179位と180位の北朝鮮と最下位を争いました。そして自由度が低いのは報道だけではありません。ネットの自由度を調査するアメリカの NGO 非政府組織フリーダムハウスの23年版報告書でも、中国は対象70カ国の中で最悪となり、9年連続で最下位だったのです。報道の検閲は中国共産党によって義務付けられていて、これは世界で最も厳しい検閲の一つとなっています。中国政府は政治的反対運動を抑制し、1989年に起きた天安門事件をはじめ、中国の民主化運動やウイグル人大量虐殺、チベットの人権等に関する報道を厳しく規制。1999年には政府の法輪功取り締まりを報道した外国人記者クラブの会員が中国当局から尾行、拘留、尋問、脅迫を受けたと訴えました。法輪功というのは気功を元にした宗教で、当局からジェノサイドとも言えるほどの弾圧を受けています。また2019年から2020年に香港で民主化デモが起きた際には、香港最大の民主派新聞リンゴ日報は廃刊となり、複数の幹部が逮捕されました。さらに創業者のジミー・ライ氏は実刑判決を受けるというひどい結果に。ジミー・ライ氏の罪は反政府的な動きを取り締まる香港国家安全維持法違反や、無許可で開催された天安門事件の追悼に参加したことでした。その後も香港の民主派のメディアは次々と廃刊に追い込まれてしまいます。さらに中国本土では2019年から感染が拡大したコロナウイルス感染症の流行状況が発表されたのですが、その数値もとても信用できるものではなかったのです。このように中国では今までも中国共産党に不利な出来事などに関する報道は主に政治的な理由で厳しく検閲されてきました。そして2012年に習近平が事実上の最高指導者である中国共産党総書記に就任して以来、検閲は大幅に強化されたのです。2013年、中国政府が国民のインターネット利用を監視するために、なんと約200万人の検閲官を採用していることが国営共報網の報道により明らかになりました。それによると、検閲官のうちの多くは利用者の多いソーシャルメディア等に毎日投稿される数千万件の内容を確認するためのキーワード検索を行う要因に過ぎないのだとか。また2021年には民間企業が報道事業に参入することを禁止する規制案を公表しました。これは民間企業が新聞社や出版社、テレビ局、インターネットニュース運営会社に出資したり経営したりしてはいけないと定めたものです。さらに2023年11月28日、読売新聞は中国政府がさらにインターネット規制を強めていると報じました。10億人以上が利用するネット上に国民の不満が拡散し、その不満が政権に向かう事態を懸念している習近平政権。そのためこの規制は AI 人工知能を用いて不適切と判断した投稿を削除し、 SNS 上で影響力のあるインフルエンサーに実名投稿を義務付けるのが柱となっています。新しく運用を始めた AI の能力について、
担当者は、SNS 上の不適切な投稿は1秒足らずで削除できると語りました。ネット上の言論統制につながりかねない技術で、政権に不都合な投稿も削除できるとの見方もあります。当局にとっては、個人の自由よりも社会や国家の安定こそが最も大切だということみたいですね。これまでも中国ではグレートファイアウォールと呼ばれる検閲システムで、政権に不都合な情報は閲覧できませんでした。また、Google や X、旧 Twitter などの外資のサービスも同じく自由に利用することはできませんでした。習政権は2017年にネット空間の言論統制を強めるサイバーセキュリティ法を施行し、3期目を迎えた後も政権批判への引き締めを一層強めています。AI を活用した投稿削除はその一環。当局への批判を放置すれば、共産党の一党独裁体制が揺らぎかねないと恐れているのです。さらに、SNS 利用者への締め付けもますます強化されました。X と Facebook の要素を併せ持っている中国の SNS、Weibo は、中国全体のミニブログユーザーの 57%、投稿数では 87% を占めています。この Weibo ユーザーにも、当局からの規制がかかりました。2023年10月末、100万人以上のフォロワーがいる利用者の実名を表示する方針を明らかにしたのです。これは影響力のあるインフルエンサーに慎重な投稿を求めることが目的。利用者の反発も予想されますが、それよりも政権は国民の不満が広がるリスクをより重く見たようです。このようにこれまで執拗に強引な報道規制をかけ、報道の自由と人民の知る権利を奪ってきた中国ですが、いつまでも共産党の思うようにはいきません。事実を知りたい、事実を伝えたいという激しい熱意が中国人民から湧き上がってきたのを感じるような出来事が起きました。それは中国メディアの共産党への反乱ともとれる行動だったのです。一体どんなことが起きたのか、次にその出来事をご紹介しましょう。2024年3月13日午前7時54分、北京から約40キロ離れた河北省労働市延光鎮で4階建てのビルが爆発しました。死者7名と負傷者27名という深刻な被害が出た大爆発でした。地元政府は地下に埋められたガス管の漏れが原因だと説明しましたが、未だにはっきりとした原因は分かっていません。これまでなら中国のマスコミはすぐ現場へ駆けつけることはなく、共産党宣伝部の指示を待って、あるいは新華社の代表取材原稿トンガを掲載します。従来は共産党と政府の方針に従って報道するしかなかったのですが、この延光鎮の大爆発の報道はいつもとは違いました。中国中央テレビ CCTV がいち早く現場に行き、ライブで事件を伝えたのです。女性キャスターが現場近くでレポートしていると、報道しないように地元の警察が遮ってきました。現場にいた記者団が警察に力ずくで追い出された様子もそのまま生放送され、世論は騒然となりました。その直後、中国記者協会が正当な取材は記者の権利と題した声明文を公表。声明文には3名の記者が10名を超える警察官に囲まれて追い出された事実が載り、3つの問いが投げかけられました。正当な記者の取材が許されるべきではないのか、記者の取材活動は社会に迷惑をかけることになるのか、トンガオが現場の報道を代替できるのか。さらに中国共産党系の環球時報の元編集長で同党の広報的役割をしてきた胡錫進氏も自身のウェイボーを更新し、次のように記しました。私はベテランのジャーナリストとして爆発現場に急行して生中継した CCTV の記者を強く支持すると同時に、地元の警察官による報道の妨害と記者の駆逐に断固反対する。今から遡ること8年前の2016年2月19日、習近平は、党と政府に属した媒体は党と政府の宣伝媒体であり、党の方針通りに報道しなければならないと述べました。これはメディア統食論と呼ばれます。それ以降、マスコミの報道は大幅に制限され、中国のプラス面しか報道されなくなりました。
また災害や重大事故に関して習近平は前任者たちのようにすぐに現場視察をすることはなかったのです。そのため今回の延光鎮の事故に関する CCTV の報道と中国記者協会の声明文は周囲の人々を驚かせました。さらに人々を驚かせたのは中国記者協会の声明文が公表された後、地元政府は14日に謝罪し、その声明文まで出したことです。これは習近平への反乱に等しいもの。これまでのメディアとは明らかに何かが違っていますよね。そして反乱は報道だけではなく、ミュージシャンからも起きています。中国で有名なポップス歌手であるダオランが2023年7月にネット配信を開始した新曲、羅刹開始が再生回数数十億回という大ヒットとなりました。この曲の歌詞は当局の言論統制などに息苦しさを感じている庶民が政治や政策に対する風刺と受け止めていることからブームになっていると言われています。歌詞は意味不明なのですが、特に話題になっているのが彼は国がしばしばあべこべな様子を目撃したという部分。この曲を歌っているダオラン自身は歌詞に込めた意味について一切説明していません。ただ曲名は醜いものを美しいとみなす価値観の逆転した羅刹国を描いた新代の短編小説を元にしています。 SNS 上ではそこから想像を膨らませ庶民の権力者に対する思いが表されているなどの解釈が広がっているようです。羅刹開始の歌詞が和訳されているのでここでその一部をご紹介しましょう。皆さんはこの歌詞からどんな思いを感じますか？西から来た若い男、その名はマジ。ハンサムでカリスマ性がある中国から来た学者だ。彼は荒波に立ち向かう人々を助ける。激流を乗り越え、危険な土地の岸辺にたどり着く。彼は楽シャーサの国では全てが逆さまだと分かった。赤く塗られた翼、黒い肌の上に緑、カラフルな王冠と金メッキのペリキュア。しかしその石炭玉はもともと黒い。どんなに洗っても汚れている。これは今の中国は民衆が望むものと政策の方向性が逆だという皮肉を込めた見方なのでしょう。配信間もなくこの曲を聴いた上海市の生花販売業の男性は風刺が多くの人の心を掴んでいると感じたとのこと。新型コロナ禍で失業し当局のゼロコロナ政策にも不満を募らせた自身の境遇と重ね合わせているようです。自然災害で家族を亡くし政府への不満を募らせる40歳代の女性も人々の思いを表していると同調しています。さらに香港のネットメディア香港01はこの曲を紹介しながら実際に我々は逆転の世界に直面していると伝えました。香港01が伝えたのは東北部黒竜江省チチハルの中学校で15人が死傷した事故。その事故では最初に家族に救助状況を伝えるべきなのに社会の安定維持のための行動が先に取られたと指摘しています。犠牲者の父親が病院の廊下と思われる場所で当局などの対応を厳しく非難する動画は SNS で多数シェアされました。事故後犠牲者が収容された病院には保護者や学校関係者が駆けつけたのですが地元政府の指示だったのか病院側は一切の情報を出すことはありませんでした。さらに子供にも長時間面会させなかったことから保護者らは地元政府や病院などの対応を激しく非難したのです。 SNS ではきっと後ろめたいことがあるからすぐに遺体に合わせないのだろう、何か裏工作しているのではないかといったコメントが飛び交いました。また学校はすぐに救急車を呼んだのか、すぐに救助すれば助かった子供もいたのではといった批判も多く上がりました。さてこの羅刹開始以外にも政権を批判した歌はあります。しかしせっかく配信されてもあまりに影響力が強くなれば当局も黙ってはいません。新型コロナ禍の2022年春上海のロックダウン都市封鎖を批判的に歌ったラップ曲ニュースレイブシンドレイは SNS 上で大ヒットとなって間もなく非公開に。アメリカ政府系のラジオ自由アジア RFA によると
ラッパー本人が釈明文を掲載する事態となったといいます。その他にも先ほどご紹介した香港の民主派誌リンゴ日報を擁護した歌や政府のゼロコロナ政策を批判した歌、そして政治体制を批判した歌などが非公開になっています。しかしどんなに当局が厳しい言論統制を敷こうとしてももう限界が来ているのではないでしょうか。小さい頃から血の滲むような努力をして勉強し大学に合格してやっと卒業しても仕事がない、再就職もできない、新しいマンションをくれるからと長年住み慣れた我が家を売却し立ち退いたのに、そのマンションは建設途中で放棄されている。ゼロコロナで道路が封鎖されてしまい火災が起きても避難も救助もできない。こんな理不尽なことが続き、中国市民の不満はもう爆発しています。そしてついに中国のメディアまでもが自国に対して批判的な姿勢を取り始めたということなのです。一方の習近平政権にも異変が見られています。それは今年2024年3月8日全国人民代表大会、略して全人代期間中の出来事でした。中国最高人民法院と最高検察院の院長が人民大会堂で報告を読み上げました。その報告を聞きながら手元の資料を読んでいた李強首相が習近平主席に話しかけました。そこに王古寧政教主席も加わり、全人代の壇上で注目注視の中、政治局常務委員の3人が死後に吹ける様子が見られたのです。これは異常なこと。最高人民法院の長軍委員長の後、最高検察院の王雄委員長が報告しました。すると手元の資料を読んでいた習近平主席がそばにいる張楽斎全人代常務委員会委員長に向かって話しかけます。習主席は時に報告書を指さしたりテーブルを叩くことも。約3分間話した後、習主席が報告書をテーブルに軽く叩きつけるように置いたのです。その時張楽斎委員長はうつむいたまま習主席の指示を記録していました。二人の間の険悪な雰囲気は100メートル離れた場所にいた記者も感じたと言います。明らかに習近平主席は最高法院と最高検察院の報告書に対して不満を持ったようでした。最高検の報告書には、国家の安全と社会の安定を維持するため昨年1年間で 72.6 万名の容疑者の逮捕を許可し 168.8 万名を控訴したと書かれていました。2023年の1年だけで合わせて240万を超える人が国家と社会の安全を乱すとして逮捕・起訴されたということ。この国家秘密にあたるデータの公表が習近平主席の怒りの原因ではないかとささやかれました。習近平主席は革新となって政権を思うままに操っているように見えますが、部下たちの心はつかめてはいないのでしょう。規制を強める一方の習近平政権ですが、まだ基盤が盤石ではなく、むしろ反発する動きさえ見られています。メディアや人民を力で押さえつけてきた習近平政権が今後文化大革命の時代に逆戻りしないことを祈るばかりです。バルト三国が中国から離反。中国が進めている巨大な経済圏構想の一帯一路に大ブレーキがかかってしまう。皆さんは一帯一路という言葉を聞いたことがありますか？一度は耳にしたことがある人も多いと思います。一帯一路とは2013年に中国の習近平国家主席が提唱した中国とヨーロッパなどを結ぶ巨大経済圏構想のことです。古代シルクロードの現代版といえば分かりやすいですね。陸路と海上航路で中国とヨーロッパをつなぐ物流ルートを作って経済的な結びつきを強化するという狙いになっています。そんな中、2022年にエストニアとラトビアが中国の経済協力枠組みから離脱を発表しました。2021年にはリトアニアがこの枠組みから離脱を発表しているので、バルト三国のすべてが中国離れを進めることになったのです。なぜバルト三国はそのような決断を下したのでしょうか。そして一帯一路の中国の真の狙いとは。
今回はこの辺りを深掘りしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。冒頭でも少し説明しましたが、一帯一路とは2013年に中国の習近平国家主席が提唱した巨大経済圏構想です。中国と中央アジア、中東、ヨーロッパ、アフリカを陸路と海上航路でつなぐ物流ルートを作って、貿易を活性化させ、経済成長につなげようというものです。他国のインフラ整備のために、中国政府は膨大な資金の投資も行っています。習近平国家主席は、この一帯一路構想は、古代中国とヨーロッパをつないだ交易路であるシルクロードの現代版と謳っていました。ちなみに、シルクロードとは英語で、絹の道という意味であり、中国特産の絹が中国とヨーロッパ間で運ばれたことから命名されました。この交易路をイメージに、一帯がシルクロード経済ベルト、一路が21世紀の海上シルクロードという構成になっています。一帯一路の沿線国は当初50カ国余りでしたが、現在はアジア、アフリカ、ヨーロッパのおよそ140カ国と32の国際組織が協力文書に調印しています。沿線国だけで世界人口の6割、国内総生産を示す GDP は3割を示すので、一帯一路はまさに巨大経済圏構想と言えるでしょう。そもそも習近平国家主席がなぜ一帯一路構想を打ち出したか気になるところですよね。それを説明するには2008年に開催された北京オリンピックまで遡る必要があります。北京オリンピックに向けて中国はインフラ整備に力を入れていました。オリンピックは無事に終わりましたが、その後世界的な金融危機であるリーマンショックが発生したのです。リーマンショックとはアメリカの大手投資銀行リーマンブラザーズの経営破綻がきっかけで発生した世界的な金融危機のことです。日本、アメリカ、ヨーロッパなどの経済はマイナス成長に転じ、世界同時不況に陥りました。日本国内では年間100万人規模で失業者が増えたのです。中国は経済の失速を防ぐためにお金をたくさんつぎ込んでインフラ整備を行いました。高速鉄道を網の目のように張り巡らせたり、高速道路をたくさん作ったりしたのです。本来なら10年かかるインフラ整備をたったの数年で進めたため、リーマンショック後中国の経済はすぐに回復しました。中国が打ち出した景気対策は4兆元、当時のレートで約57兆円に上り、世界経済の落ち込みに中国が歯止めをかけたことになりました。しかしこのようなやり方には当然歪みも生まれます。国有企業の腐敗や汚職が蔓延したほか、もう高速鉄道などを作る必要がなくなったので、セメントや鉄などが大量に余ってしまいました。これがちょうど2013年の頃ですので、習近平国家主席が一帯一路構想を打ち出し始めた頃と一致します。中国は一帯一路構想を掲げて、国内で余ったものを海外に投資し始めたというわけです。ヨーロッパ側に拡大したことについては、何かと対立関係にあるアメリカを刺激したくなかったからだと言われています。東側に出るとアメリカにぶつかるので、西側に拡大していったのです。これほどまでに一帯一路構想が多くの国に受け入れられた理由は、中国とヨーロッパの間には貧しい国が多くあり、中国からの投資やインフラ整備を期待してのことでした。特に南アジアや中南米でインフラ需要が大きいのです。鉄道や港などのインフラ整備への中国の投資額について、2013年から2020年までの中国企業の直接の投資額は1398億ドル、日本円にして16兆円余りとの発表がありました。莫大なチャイナマネーを一帯一路関係に投資しているわけですね。日本はこの一帯一路構想に参加するとはっきり表明したわけではなく、個別の案件ごとに協力していくという第三国市場での協力という立場を取っています。そんな中、中国が10年前から
中東欧で主導する経済協力枠組み、中国・中東欧諸国協力からバルト三国が離脱すると発表しました。バルト三国はフィンランドの南に南北に並ぶ三カ国のことで、北から順にエストニア、ラトビア、リトアニアです。この経済協力枠組みは中国の一帯一路に関する経済協力などを掲げており、かつては17カ国と中国が参加していました。しかし、2021年にはリトアニア、2022年にはエストニア、ラトビアが枠組みからの離脱を宣言したため、これでバルト三国すべてが中国離れを進めることとなったのです。ラトビア外務省は声明で、外交・通商政策の優先順位を考慮した上での判断だと説明しました。また、中国とは今後、国際ルールに基づく国際秩序や人権を尊重した協力を通じ、建設的かつ実用的な関係を築く努力を続けるとも強調しました。バルト三国が枠組みから離脱した背景には、いくつかの理由があると考えられています。1991年にソ連から独立したバルト三国は、2022年からウクライナ侵攻しているロシアの脅威を強く認識しており、中国もロシアの後ろ盾となっているとみなしました。中国はロシアのウクライナへの軍事侵攻に対し、国際社会とともに積極的な役割を果たしたいと表明していました。しかし、友好国であるロシアの立場に配慮して、具体的な対応については曖昧なままなのです。ロシア軍の撤退を要求したりということもしていません。このような中国の態度に対して、エストニア外相は地元テレビで、中国はウクライナに対するロシアの戦争を明確な言葉で非難していないと指摘しています。さらに、2023年4月には、テレビのインタビューでウクライナ情勢について尋ねられた際の中国のロッサヤ駐仏大使の発言にバルト三国が強く反発しました。ロッサヤ駐仏大使はロシアが一方的に併合したウクライナのクリミアの帰属について見解を問われましたが、それについては明確な回答はしませんでした。その上、旧ソビエト諸国が主権国家であることを具体的に定めた国際的な合意はない。などと述べたのです。この発言に対し、ウクライナなどとともに旧ソビエトから独立したバルト三国は強く反発しました。リトアニアの外務省はツイッターで、自国に駐在する中国の代理公使を呼び、説明を求めることを明らかにしています。在仏中国大使館はその後、ロシの発言は、政策を述べたものではなく、個人的見解の表明である、と説明しました。さらに、領土主権に関する中国側の立場は一貫しており、明確だ。中国側はすべての国の主権と独立、領土の一体性を尊重し、国連憲章の目的と原則を支持する、と述べました。その他、バルト三国が離脱した背景には、枠組みを通じて、中国から満足な投融資を得ていなかったことも挙げられます。将来的にも、中国からの融資額が増える見込みがなく、貿易面でも、中国に対する依存度はそれほど高くないため、バルト三国は中国との枠組みから離脱したといいます。また、バルト三国は権威主義国の影響力を警戒し、欧州の中で中国外交を見直す先陣を切ってきました。リトアニアは2021年7月、外交関係のない台湾の窓口機関となる台湾駐リトアニア代表所を首都に開設し、政府高官を台湾に派遣したのです。これについて中国は、中国と国交を結ぶ国が台湾といかなる交流をすることにも断固反対すると反発し、この高官が担う運輸、通信当局との交流を停止する制裁を科すと発表しました。中国は台湾について中国の一部との主張を続けているので、このような動きには強く反発するのです。2023年11月には、台湾の外交部の劉英健報道官は記者会見で、エストニアとの間で台湾の出先機関の設置をめぐり協議していると説明しました。これに対しても中国は、公的性格を持つ機構を台湾が設置することに反対するよう求める、と訴え強く牽制しました。エストニア外務省は、経済や文化面で台湾との関係を強化するため、台湾出先機関の設置を受け入れる準備がある。
と表明しています。台湾と政治的な関係を築くことはしないとも強調し、出先機関の名称には台北が使われるとの方針を示しています。バルト三国が枠組みから離脱したことで中国の一帯一路にブレーキがかかってしまったわけですが、中国離れを進めているのはバルト三国だけではありません。2023年12月に主要7カ国の中で唯一一帯一路に参加していたイタリアが離脱することを正式に中国側に伝えたのです。一帯一路にイタリアが参加したのは2019年3月のことでした。当時のイタリアのコンテ首相が習近平国家主席とインフラ整備での協力や投資、貿易の拡大で合意し、 G7 の中で唯一一帯一路の参加国となったのです。しかし2023年までの間に中国との輸入額は 81% 増えた一方で、輸出額の伸びは 27% にとどまるなど、イタリアに経済的利益がありませんでした。またアメリカや北大西洋条約機構 NATO との関係も考慮し、離脱の背景には政治的な思惑があるという見方がされています。中国は2023年10月に北京で開催した一帯一路の国際フォーラムで構想の提唱から10年になるのに合わせ、習近平国家主席が自ら演説し実績をアピールしていました。しかし中国の孤立は深まる一方であり、この10年で様々な波紋を呼んでいます。一帯一路にはいくつかの問題があり、たびたび話題となっていました。非常に大きな問題となっているのが、中国が融資した国が借金を返せなくなる債務の罠と呼ばれる問題です。一帯一路に参加した国が中国から借りた資金を返済できない場合、その国を政治的影響下に置くのではないかと指摘されています。実際にスリランカやジブチ、ギリシャなどは借金返済の代わりに港湾の運営権を中国に引き渡していました。債務の罠の他にも雇用面でも問題が起きていると報告されています。インドネシアでは中国資本の企業がインドネシア人を安い賃金で過酷な労働をさせていたため、暴動が発生し死者が出たとのことです。この問題はインドネシアだけではなく、ギリシャでも発生しています。今後中国がこのような深刻な問題に対してどのように対策していくのか注目ですね。またパキスタンではせっかく進んでいたプロジェクトが中断されたことにより失望の声が上がっていました。パキスタンと中国は一帯一路の主要事業として南西部のグアダル港などを拠点とする中国パキスタン経済回廊を進めていました。両国の関係は山より高く海より深く蜜より甘いとも言われていたのです。しかし現地の人々が期待していた最大都市カラチを走る環状鉄道の再建事業は思うように進められていません。この環状鉄道の再建事業により人々を悩ませている激しい交通渋滞の緩和につながるとされていましたが、6年経った今も一部区間で運行するのみです。当初は3年で完成すると言われていたため、人々からは失望の声が上がっているのが現状です。原因は関係者との調整が進まないために資本が入ってこず、本格的な工事を始められないことや新型コロナの影響があるとのことでした。経済特区の建設現場の近くにあるレストランの店主は、特区ができると期待して店を開いたのに何年経っても始まらない、お客も来ないので経営が厳しいと困っていました。このように一度発足したプロジェクトが停止してしまっているというケースもあるのです。現地の人々の気持ちを考えると辛い気持ちになりますね。最後に今回の件に関する世界の人々の声を紹介します。中国、いろんな国から見限られてるな。まあ当然といえば当然だよね。そんなうまいこといくわけがないよ。一帯一路はもちろん経済成長という大きなメリットがあるけれど、債務の罠が怖すぎる。中国は経済的に貧しい国の足元見てない？インフラ整備したいっていう思いにつけ込んで、お金をホイホイ貸して返せなくなったら支配下に置いてしまうんでしょ？なんだかな。バルト三国に続きイギリスまで中国から離れたんだ。まあ G7 の中でイギリスだけ参加していたことが今となってはやっぱり違和感を覚えるよね。
孤立していく中国、これからもっと離脱する国が増えるんじゃない？雇用問題で死者が出るほどの暴動が起きるってやばい。もっと危機感を持って対策した方がいいと思うな。債務の罠はそれだけ中国からお金を借りたいと思っている国が多いというのも問題だよね。貧しい国が安全に豊かになるにはどうしたらいいんだろうね。バルト三国が中国離れの道を選んだのは至極当然じゃない？歴史から考えてもロシアと仲のいい国と友好関係を築いていくのなんて最初から無理だったんじゃないかな。ドサや中仏大使の発言はさすがにやばすぎ。一帯一路で経済が発展すると期待していたのに、蓋を開けてみると事業が全く進んでいないなんて、現地の人が本当にかわいそう。中国は最後まで責任持って取り組んでほしい。中国に対し呆れた声がたくさん届いていますね。現状一帯一路には様々な問題が発生していますので、中国は真摯に対策を考えて実行してほしいです。日本ではなく中国の支援を選び、結局日本に頼ることになったスリランカの悲劇とは？皆さんは中国の債務の罠というのを知っていますか？中国が相手国を借金漬けにして返済できないようにしてから、借金の肩にその国の資産を取り上げるという行為を続けているのです。まさに中国らしいやり方ですが、この債務の罠にまんまとはまってしまった国があります。その一つがインドの涙、東洋の真珠と呼ばれているスリランカです。スリランカは中国の巨大経済圏構想一帯一路関連の投資を受けて対中債務が増加、返済に行き詰まり、2017年に南部ハンバントタ港の運用権を中国側に99年間貸与することになったのです。このように財政が破綻して窮地に陥ったスリランカの再建を日本が主導して行うことになりました。今回は中国と日本の支援の違いについて解説していきます。中国のずるさと日本の誠実さがよくわかりますよ。それでは早速行ってみましょう。皆さんはスリランカという国を知っていますか？インドの南側に位置するインドの涙にふさわしい形が印象的な国です。正式名称はスリランカ民主社会主義共和国。1972年まではセイロンという名前で呼ばれていました。セイロンティーは有名ですね。そのスリランカと日本は浅からぬ縁で結ばれていることをご存知でしょうか？第二次世界大戦後、1951年に開かれたサンフランシスコ講和会議では、敗戦国である日本を分割占領する話し合いがなされていました。そんな時、日本を許しましょうと愛にあふれるスピーチで日本を救ってくれたのが、当時のセイロン代表を務めていたジュニウス・リチャード・ジャヤワルダナ大統領です。まさに日本の恩人とも言える国なんです。そんなスリランカが今大変なことになっています。どんなことがあったのか、ここでこれまでの経緯を見てみましょう。スリランカでは1980年代から民族間の内戦が続いていました。2005年マヒンダ・ラジャパクサ大統領が就任。ラジャパクサ大統領は中国から武器の援助を受けて内戦を終結させました。その後、海外からの大規模なインフラ投資をもとに経済が成長。2012年の GDP の伸び率は 9.2% にも達しました。ところが好景気が長く続くことはなく、債務の返済が滞り始めます。そんな時にスリランカ経済に大打撃を与えたのが、2020年から始まった新型コロナウイルス感染拡大です。観光客の激減で外貨獲得の主力産業だった観光業が影響を受けて外貨不足に陥り、デフォルト、債務不履行状態となりました。そんな大変な状況に加えて、2022年にはロシアのウクライナ侵攻で食料やエネルギー価格が高騰してしまいました。インフレ率がなんと 45% だったといいますから、市民の暮らしが
どれほど大変だったかわかりますね。燃料が枯渇したことでガソリンや灯油を買うことができなくなりました。また、停電が頻発するようになり、産業にも大きな影響を及ぼしました。一部の公共機関や学校までも閉鎖する羽目に。医療品も不足し、麻酔薬がないため手術を中止する病院まであったといいます。外貨不足が深刻し、物価の高騰、物不足で市民の不満が爆発し、抗議行動が激化してしまったのです。必要な治療が受けられないとなれば、もう我慢の限界になってしまうのも当然ですよね。怒り狂った数千人のデモ隊が大統領の辞任を求めて、大統領公邸周辺に集まりました。身の危険を感じたラジャパクサ大統領は国外へ逃亡し、辞意を表明します。このデモの様子は日本のメディアでも報道されましたから、よく覚えているという人もいるかもしれませんね。ラジャパクサ大統領の後任として、ウィクラマシンハ氏が新しい大統領に就任。2022年7月5日に破産を宣言しました。どうしてここまで悲惨な状況に陥ってしまったのでしょうか。スリランカで債務の返済が滞った大きな理由が、対中債務です。スリランカは中国から巨額の資金を借り入れて、大型インフラ開発を推進しました。これがスリランカの財政を圧迫したのです。2014年に中国資本による大規模な都市開発事業、コロンボ・ポートシティの建設が始まりました。シンガポールやドバイのような金融都市を目指す巨大プロジェクトです。総投資額は150億ドル、日本円で約1兆9000億円に上ります。中国が主導する巨大経済圏構想、一帯一路の一環で経済特区としての整備が進みました。しかし、債務や金利は拡大する一方です。ついに返済に行き詰まり、2017年に南部ハンバント多港の運用権を中国側に99年間貸与することとなりました。借金が返せず、中国の支配が強まる債務の罠にはまってしまったのです。この港はインド洋の主要航路に位置しており、一帯一路の海路の要衝であり、中国の構想実現に必要不可欠な場所に位置しています。2022年8月には中国軍の調査船が入港し、将来中国の軍事に利用されるのではという懸念も。一方、スリランカでは対中債務は33億8000万ドル、日本円で約4200億円にも上っています。ハンバントタのインフラ事業は港だけではありません。やはり中国の融資で作られた国際空港。定期便はなく、世界一ガラガラな空港と言われています。ハンバントタでは採算度外視で数々の箱物が作られましたが、町の発展にはつながらず、人々は貧しいままです。ハンバントタのとある村では、子供の8割が栄養失調だったのだとか。料理をするのにガスの代わりに薪を使う家庭も。この村で暮らす3人の子供の母親は辛い胸中を明かしました。昔は週に 2,3 回はお肉を食べられましたが、今は週に1回か2週間に1回食べられるかどうかです。子供の文房具を買うために食事の量を減らすことさえあるといいます。このように中国が投資した多額の融資はスリランカの人々の暮らしを改善することにつながっていません。ハンバントタの市長はこのように語っています。港や空港などのプロジェクトは間違っていました。この地域にはふさわしくありません。住民の利益になっていないのです。こうした中で、スリランカの対中姿勢に変化が現れました。2022年7月に就任したウィクラマシンハ大統領は、脱中国依存のため、日本との関係強化を進めています。9月に来日したウィクラマシンハ大統領は、日本の岸田首相と会談、約300億ドル、日本円で約4兆4700億円に上る対外債務の返済について、日本に協議の主導を依頼しました。果たしてスリランカは中国の債務の罠から脱却することができるのでしょうか。そして、中国とは違う日本の支援とは？次に、日本の誠実な支援とはどんなものなのか見ていきましょう。
2023年9月、政変で就任したウィクラマシンハ大統領が NHK のインタビューに応じ、日本が主導権を取ればどの国も安心できると述べました。さらに日本などが4月に全ての債務国に呼びかけて債務問題の解決に向けた新たな枠組みを発足させたことを高く評価しました。そして2023年11月29日、財務省は経済危機に陥っているスリランカの債務負担をめぐり、同国と日本など17の債務国の間で負担軽減策が基本合意に達したと発表。日本主導で正式に債権が進んでいくことになったのです。しかし債務額が最も大きい中国は合意に入っていないため、スリランカの経済再生には不透明さが残ることに。公的な対外債務は2023年3月末時点で113億ドル、日本円で約1兆7000億円に上ります。そのうち中国は 42% を占め、日本が 24%、 インドが 15%、 フランスが 4% と続いています。2024年5月4日、上川外務大臣が訪問先のスリランカでサブリー外相と会談しました。スリランカの債務問題をめぐって、すべての債務国が関わる公正な債務再編に向けて協力していくことを確認。会談で上川外務大臣はスリランカの債務問題について債務国の立場から次のように述べました。すべての債務国との間で透明性と公平性が確保された形で債務の再建を進めることが重要だ。その上でスリランカが債務国との間で合意すれば、日本として円借款の事業を早期に再開する意向を伝えました。これに対してサブリー外相は、引き続き透明性を持って再編を進めていきたいと応じました。この問題で日本はインドやフランスとともに債務国会合の共同議長として解決に向けた協議を主導してきた一方、最大の債権国の中国はオブザーバーとしての参加。これまで自分たちがスリランカに押し付けてきた債務問題を日本主導で解決していく流れを苦虫を噛みつぶすような気持ちで見ているのかもしれませんね。中国人にとって一番大切なメンツを潰されたのですから。上川大臣はスリランカがインド洋のシーレーンの要衝であることを踏まえ、海洋分野での協力を一層強化したいと述べました。それに加えて海図の作成に使うソナーを搭載した船舶を供与する方針を伝えました。日本としては海洋進出を強める中国を念頭にスリランカとの連携を強化したい考えです。さらに2022年9月19日、スリランカにおける経済危機による状況の悪化を受けた支援として350万ドルの追加的緊急無償資金協力を実施することを決定しました。この無償資金協力により、日本政府は深刻な状況に陥っているスリランカ国民に対して国連世界食糧計画 WFP を通じて200万ドルの食糧支援を実施。また国際赤十字赤新月社連盟 FRC を通じた200万ドルの食糧、栄養、保健、衛生支援を行い、国際児童基金ユニセフを通じて50万ドルの栄養支援を実施します。日本はこれまでもスリランカに対して支援を行ってきました。それは中国の支援とは随分違う支援です。箱物を作るだけの中国とは違って、スリランカにとって本当に必要なものを支援してきたのです。ところが中国が作った港や空港などの施設は現地の人々にとって役に立つものではありません。施設が十分な利益を生むことはなく、借金が膨らみ返済不能になって中国に奪われてしまうのです。定期便がなく、毎月1億スリランカルピー、日本円で約4000万円の赤字を垂れ流し続ける世界一ガラガラな空港も中国が作ったもの。そもそも中国の支援とはその国のための支援ではなく、自国のエネルギー需要や市場拡大の要請に応える国益誘導型の援助です。中国の支援の主たる対象事業は産業、経済インフラ、社会サービスに関する整備事業であり、自国の労働者や資機材調達などとセットになっている紐付き支援。現地の雇用が拡大することもなく、
技術を移転することもありません。また政権側から求められれば支援し、途上国の人々の長期的な生活改善には全く関心を持っていません。ハンバントタに空港を作ったのも、ハンバントタが当時の大統領ラジャパクサの出身地であり、中国がラジャパクサ政権との密接な関係を持っていたからだと言われています。一方、日本の支援は自立支援型と呼ばれます。非援助国の人々が自らの手で事業を持続、発展的に行えるよう応援するのです。支援を受ける国ではすぐに結果に直結しない日本型の支援よりも、すぐに物を送り箱物を作ってくれる中国の支援を喜びます。しかし、その国にとってどんな支援が有益なのかは時間が経てばよく分かってくるのです。日本の開発援助の特徴は、援助を受ける国の経済的自立が最終目標です。日本は戦後、国際社会から支援を受けながら復興を遂げた経験から、最終的に経済的自立を達成することの重要性を痛感しています。日本の支援は、支援を受ける国が主体的に自国の将来に責任を負い、また国民が自らの手により自国の発展に努めることが大切だという考えです。この考えのもとで、日本は支援が終わった後もその国の人々が自らの手により事業を持続発展的に実施していくことが可能な協力を行っています。このように見ていくと、いかに中国の外交がずさんで、逆に日本が真摯な支援を続けているかがよくわかりますね。さて、ここでスリランカの大統領が日本に助けを求めたことについて、スリランカやインドの人々からいろいろな声が上がっていますので、一部を紹介していきましょう。むちゃくちゃすぎる。日本は何度も救いの手を差し伸べてたのに、中国に媚びへつらってプロジェクトの途中で放棄したりしてたくせに、うちの国はまた物乞いを始めるの？中国は日本の尖閣諸島近くにミサイルを撃ったんだよ。日本には中国と外交関係はないしね。日本を巻き込むって、うちの政府はクレイジーなのか？中国のスパイ船を入国させるんだったら、中国に頼めばいいじゃない。ネガティブなことを言うわけじゃないけど、中国との関係があるのに、日本が助けてくれるのかね。借金をどうにかしたいなら、日本じゃなくて中国に言うべきだね。大統領が日本に行った帰りに中国に寄ってきそうな気がするわ。日本はスリランカのファイナンシャルアドバイザーじゃないんだけど。スリランカは世界一変な国だよ。中国マネー欲しさに中国の足を舐めて、米国、インド、日本によるクアッドに反発したのに、両サイドから金をむしり取ろうとしている。スリランカやインドの人々の複雑な思いが伝わってきますね。では今、ハンバントタ港はどのような状況になっているのでしょうか。ハンバントタ港は中国の資金によって開発され、スリランカがその債務返済に窮したことから、今は中国企業とスリランカ港湾局との合弁企業が運営しています。この地区では近年、貧困層の割合が高まっています。スリランカセンサス統計局 DCS の統計によると、ハンバントタ県は2016年時点では全国25県で3番目に貧困家庭の割合が少ない県でした。それが2019年には全国平均よりも貧困家庭の割合が高くなったといいます。市場で野菜を販売する女性は、地域の消費者の購買力は低い、野菜の売れ残りが多く、仕入れにかかる費用を下回る価格で販売せざるを得ないこともあると話していました。一方、港としての機能は順調のようです。ハンバントタ港の主力はロールオン&ロールオン船による貿易です。ロールオン船というのは、車輪のついた貨物を運ぶために設計された貨物船のこと。例えば自動車、オートバイ、トラック、セミトレーラートラック、バス、トレーラー、鉄道車両などを輸送します。ハンバントタ港は自動車の積み替えハブとしての機能になっています。開業以来、無事故を誇り、国際認証である ISO9001、ISO14001、ISO45001 を取得。現在、日本、韓国、インドの海運企業が利用しており、取扱量は年々増加しているのだとか。インド南部、チェンナイとは30時間程度で結ばれ、アフリカや中東、東大アジア各国との接続性も高いといいます。
実際に販売と他行を利用する企業によると、ローローのオペレーションは円滑なのだそうです。日本や国際社会の支援を受けて、これからスリランカが本当の意味で自立して、経済危機から脱却し、成長する国になれるといいですね。それが日本からスリランカへのご恩返しなのではないでしょうか。サッカー韓国代表の監督を務めたクリンスマン前監督が韓国に衝撃発言を連発。2024年4月14日から5月3日までカタールで行われた AFC U23 アジアカップ。日本はウズベキスタンに勝利し、見事優勝を手にしました。そして今大会はパリオリンピックへの出場をかけた大切な戦いでもあり、日本は8大会連続12回目のオリンピック出場を手にすることができました。オリンピックに向けて盛り上がっている日本のサッカー界ですが、お隣の国韓国は日本戦では勝ったものの、まさかの格下のインドネシアに敗北。パク・チソンやソン・フンミンなど有名選手を輩出し、世界からも注目を浴び、盛り上がっていた韓国サッカー界ですが、実は今オワコン説まで囁かれています。今年の2月にはサッカー韓国代表チームが2023年に就任したユンゲル・クリンスマン前監督をたった12ヶ月で解任したという驚きのニュースが飛び込んできました。そんなクリンスマン前監督ですが、メディアのインタビューで韓国を批判しているとも受け取れる衝撃発言をして話題となっています。実は韓国サッカー協会とクリンスマン前監督は監督就任直後からあまり良好な関係ではなかったようなのです。日本サッカー界の最大のライバルと言われている韓国サッカー界ですが、好調な日本とは逆に大変な状況に追い込まれてしまっているようですよ。一体何が起きているのでしょうか。詳しくご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。2024年5月に決勝戦が行われた U23 アジアカップ。日本は決勝でウズベキスタンと対戦し、1対0で勝利し、優勝を手にしました。この U23 アジアカップはパリオリンピックへの出場がかかった大切な大会です。そんな大会で日本が素晴らしい結果を残したことで、日本サッカー界はとても盛り上がっています。しかしお隣の国韓国は U23 アジアカップを準々決勝で敗退し、オリンピックへの出場を逃す事態となってしまったのです。この事態に韓国国内では激震が走っています。なんと韓国がサッカーでオリンピック出場を逃したのは1984年のロサンゼルス大会以来で、実に40年ぶりのこと。絶対に行けると思っていたであろうオリンピックに出場できないとなり、サッカーファンは激怒しているんだそう。今回のアジアカップではグループ B で同じグループとなった日本と韓国、最終戦で激突し0対2で韓国が勝利し、韓国が首位、日本は2位で決勝トーナメントに進みました。その後カタールに勝利した日本はオリンピック行きのチケットを手に入れましたが、韓国は格下のインドネシアに敗北し、オリンピックへのチケットを逃す形となります。この事態に韓国のサッカー協会は公式ホームページを通して次のように発表。今日開催されたアジアカップ U23 の準々決勝敗北により、パリオリンピック進出が叶わず、サッカーファン、現役サッカー選手をはじめ国民の皆さんに深く謝罪を申し上げます。衝撃のニュースに揺れる韓国ですが、2024年2月に任期の途中にもかかわらず韓国代表監督の座を電撃解任されたユンゲル・クリンスマン前監督の発言が話題を集めています。クリンスマン前監督は元ドイツ代表のストライカーとして活躍したサッカー選手、指導者としてはドイツやアメリカの代表チームの監督も経験しており、2006年のワールドカップでは監督としてドイツ代表を3位に導いたこともあります。その他にもバイエルン・ミュンヘンなど超有名クラブチームの監督も務めたことのあるとてもすごい監督なんです。そんなクリンスマン前監督と韓国は2023年から
2026年のワールドカップまでの契約を行っていました。韓国としても実績のある指導者に代表チームを任せることができ、サッカーファンもすごい監督が来たことで期待値が上がっていたのではないでしょうか。しかしながら就任後はなかなか勝利を手にすることができず、初白星は就任後6試合目のサウジアラビアとの親善試合でした。期待値が大きかった分、サッカーファンからは批判の声が多く出ることになりました。2024年1月に行われたアジアカップでは、韓国代表はソン・フンミン選手、イ・ガンイン選手などスター選手を擁しながらも格下のヨルダンに敗れ、ベスト4で敗退。ベスト4という結果は素晴らしいものではあるのですが、FIFA ランクが64位も下のヨルダン代表相手の敗北は、韓国国内だけでなく世界のサッカーファンが驚きました。実はアジアカップのヨルダン戦の前夜、韓国代表内ではチームメイト同士の内紛があったと言われています。その騒ぎの影響でエースのソン・フンミン選手は指を脱臼してしまったのです。この事件はプレミアムリーグのインテルに所属しているソン・フンミン選手、パリ・サンジェルマンに所属しているイ・ガンイン選手のスター選手の間で起きたといいます。通称ピンポン事件と呼ばれており、韓国でもとても有名な事件となりました。事件はチームでの夕食の際、早々に食べ終えたイ・ガンイン選手を筆頭に若手グループが席を離れて卓球に興じ、大きな声で騒ぎ始めたことが発端となっています。これをチームの絆を乱す行為だと問題視した主将のソン・フンミン選手が口頭で注意すると、そこにベテラン選手も加わり激しい口論へと発展しました。その中でソン・フンミン選手が激高し、イ・ガンイン選手の襟首をつかみます。イ・ガンイン選手とソン・フンミン選手は揉み合いとなり、チームメイトが2人を引き離した際にソン・フンミン選手が指を脱臼してしまったのです。ソン・フンミン選手は翌日のヨルダン戦でも右手中指にテーピングをしっかりと巻いたままプレーしていました。大韓サッカー協会の関係者によると、2人はすぐに和解しましたが、事態を重く見たベテラン組はクリンスマン前監督のもとへ行き、問題を起こしたイ・ガンイン選手をチームから外すよう直訴。しかしクリンスマン前監督は全く取り合わなかったそうです。監督就任後、なかなか勝てない試合が続く中、ハイパフォーマンスで危機から救ってくれたのが司令塔のイ・ガンイン選手だったのです。大切な一戦の前に超愛するメンバーを外すなどありえないことでした。もちろんこれが韓国代表の敗因のすべてというわけではありません。しかし主将でエースでもあるソン・フンミン選手のコンディションや事件によってチームの団結力に影響を及ぼしたことは間違いないでしょう。この事件が明るみになり、韓国国内で大きく報道されるとサッカーファンからは非難が殺到。特に先輩たちに対して尊大な態度を取ったイ・ガンイン選手ら若手グループの選手は非難の的になりました。するとイ・ガンイン選手はすぐに公式インスタグラムを更新し、ストーリー上で謝罪メッセージを投稿。イ・ガンイン選手はスポンサー企業からも契約を打ち切られ、ソン・フンミン選手に直接謝罪するために所属チームがあるロンドンまで足を運んだと言われています。ニュースサイトニュースワンは、アジアカップで不甲斐ない内容で敗退したのは表面的なもので、実際はチーム内は内紛を抱えており、一つのチームと言える状況ではなかったと説明。そして沈没寸前の船がアジアカップ制覇などできるわけがないと厳しく批判しました。その上で、今回発覚した問題も単なる選手間のトラブルと見ることはできない、チーム内の規律がどれだけ甘くなっていたかがわかる、と問題点があることを提起しています。そして管理・統制すべき指揮官が傍観していた事実も明らかになっており、放置していたクリンスマンの過失は大きい、と続けました。監督であるクリンスマン前監督はこの一連の騒動について長い間沈黙していました。そして監督解任騒動から2ヶ月ほどが過ぎた2024年4月、クリンスマン前監督は
オーストラリアのセルブス TV スポーツトークショーに出演。その際に改めて監督解任が不当なものであったことをにじませつつ、アジアカップ期間中に起きたピンポン事件についても振り返りました。クリンスマン前監督は、騒動が起きて数人が割り込んで止めた。翌日も対話したが、みんなショックを受けていた。もはやチームではないように感じた、と当時の様子を説明。その後の準決勝のヨルダン戦で0対2で完敗だったことについては、過去15年で最高の成績だったけど、韓国の文化では誰かが責任を取らないといけない、選手たちは次の試合があるため監督の番だったんだ、と主張しました。さらに、私は韓国の文化を学んだよ、たとえ間違っていることであっても年上の人が常に正しいんだ、と皮肉交じりで話したのです。クリンスマン前監督曰く、自身の監督としての成績は問題なく、韓国の文化によって解任させられたというわけです。この発言は韓国の大手メディアで大きく報道されることとなり、韓国のサッカーファンは激怒。なんて恥知らずなんだ、アジアカップの敗因を選手たちのせいにしている。自身の責任には一切触れず、最後まで選手の確執などの言い訳ばっかりしておいて、韓国への嫌味を言うなんて最低、韓国に対して歪んだ見方をしている、などと批判が相次ぐこととなったのです。これが事実かどうかは不明ですが、クリンスマン前監督は韓国サッカー協会の決定に不服だったことがわかりますね。任期が残っているにもかかわらず、電撃解任させられてしまったクリンスマン前監督。実は、もともと解任の噂がありました。就任後6戦目で初めての勝利となると、かなり厳しい戦績ではありましたが、その後は7連勝し、アジアカップでは過去最高のベスト4になるなど、しっかりと結果を残しています。アジアカップのグループステージでは、1勝2分けの2位通過独占を強いられ、決勝トーナメントに入ると、サウジアラビアとオーストラリアを劇的な展開で退け、国民を熱狂させました。それにもかかわらず、志半ばで解任させられてしまったわけですが、一体なぜなのでしょう。イギリスの公共放送 BBC によると、クリンスマン前監督の監督としての力量に、韓国サッカー協会は不満を持っていたようなのです。同協会のチョン・モンギュ会長は、代表チームの最高の能力を引き出すこと、選手の管理、仕事の習慣という点で、クリンスマンは代表チームの監督としての期待に応えなかった。続けて、リーダーシップも発揮できておらず、我々はクリンスマンが改善する可能性は低いと判断した、と解任の理由を説明しました。代表というのは単なるスポーツチームという枠を超え、国民の関心と支持を得て、そのエネルギーを国民に還元する、名実ともに大韓民国を代表するチームであるべき、という代表チームとしての心構えを説明し、そんなチームにふさわしい監督ではなかったということを伝えたのです。実はクリンスマン前監督は、監督就任後からたびたび悪い意味で話題となることが多い監督でした。就任当初、1対0で勝つより4対3で勝つ方がいいと独自の美学を語っていたクリンスマン前監督。その後、勝利はおろか点を取ることもできない試合が続く上、試合内容が無色無臭と評されるように、戦略性も見えない状況が続いていました。これにはゾンビフットボールなど不名誉なあだ名まで生み出され、一貫してクリンスマン前監督の采配には手厳しい意見が大勢を占めていました。それだけではありません。韓国代表監督に就任した後は、韓国に常駐することを約束していたそうなのですが、自宅があるアメリカや欧州でチャンピオンズリーグの抽選会にも登場していたそう。しかも韓国常駐について問われると、そんなことは一言も言われていない、と回答。これについてクリンスマン前監督は、韓国メディアスポーツ朝鮮のインタビューで以下のように話しました。韓国だけに滞在するのは効率が悪い。
ソウルで何もすることがないときはヨーロッパにいればいい。これが韓国サッカーを発展させる唯一のやり方なんだ。と説明。そして、それが嫌なら私の首を切って別の監督を探せばいい。周囲からの批判は気にしない。と自身の気持ちを伝えました。加えて、代表メンバーを発表する大切な内容にもかかわらず、記者会見を実施せず、報道資料配布にとどめる対応を取り、韓国国内で批判的な声が上がったのです。これに対し、私は仕事に熱心という点で、韓国人と一緒。どこにいても韓国代表のために働く。私が言えることは、アジアカップに 100% 集中しているということだ。と回答。続けて、成功するためには自分がベストだと思う働き方を選択しなければならないことを強調したい。と話しました。なかなか白星を挙げられなかったクリンスマン前監督に対し、韓国のサッカーファンも鬱憤が溜まっていたことで、この発言は X ですぐに拡散されていきます。クリンスマン監督は歴代最悪の監督だな。韓国代表は今すぐ別の監督を探すべき。リモートワークしたいから言い訳してるだけだろ。もうやめていいよ。など、クリンスマン監督解任論が噴出される事態。これほどまでに嫌われた監督はいなかったのでは?と思わせるほど、常に批判の声が上がっており、いつ解任させられてもおかしくない状況、と言われていました。そして、2024年2月、とうとう解任が決まったのです。ここまで聞くと、正直クリンスマン前監督は解任させられてもおかしくないかも、と思ってしまいますね。解任後のクリンスマン前監督は、先ほどお伝えしたように、皮肉めいたことをたびたび話しています。実際韓国では、年上や目上の人を敬う文化が大切にされています。この解任劇が、そんな文化から来ているのかはわかりませんが、解任後にこのような発言をするということは、何かそう思わせるようなことがあったかもしれませんね。また、クリンスマン前監督は、韓国のサッカー界の盛り上がりについても、サッカー強豪国でもないのに、ここまで真剣だというのが不思議だ、と発言。こちらの発言も、韓国国内で大きな批判を浴びることとなります。12ヶ月で解任された腹いせで言っているのか、ただ素直な気持ちで言っているのかはわかりませんが、韓国のサッカーファンの人たちは一連の発言を聞いて激高しているそうですよ。その後の韓国代表の監督は U23 の監督と兼任でファン・ソンホン監督が就任しています。今回行われた U23 アジアカップではインドネシア戦のアディショナルタイムにレッドカードを受け退場処分になるなど、こちらも批判の声が集まっています。韓国のオンライン新聞、ソーシャルバリューでは、日本サッカーを引き合いに出し、今回の U23 アジアカップの韓国代表チームを解説。日本のように固有のカラーを見つけ出し、強みを生かしていく監督が必要だ。と、見出しを打って取り上げています。日本のサッカー界が好調な中、宿敵と言われている韓国は、岐路に立たされているのかもしれませんね。今後の韓国サッカー界からも目が離せません。ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのリカです。アフリカ中部に位置するコンゴ民主共和国、名前は聞いたことあるけどあまり詳しくは知らないという方は多いのではないでしょうか。コンゴ民主共和国は世界第11位の面積という広大な敷地とアフリカ第3位の人口を持つとても大きな国。豊富な鉱物資源を有する国としても有名です。そのコンゴ民主共和国に流れているコンゴ川にはマタディ橋という大きな吊り橋がかかっています。実は日本の技術によってこのマタディ橋は作られました。維持管理についても技術支援を行っていましたが、その後地域の情勢が悪化し、日本人による直接の指導は途絶えてしまったのです。ただその間も、コンゴ民主共和国の人々は、日本人から受け継いだ橋を守ろうと、橋の維持管理を続けました。
今回はそんなコンゴ民主共和国で利用されている日本の技術と橋を通して結ばれた日本とコンゴ民主共和国の絆について紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。コンゴ民主共和国に流れるコンゴ川、全長およそ 4700km、 流域面積370万平方キロメートルとものすごく大きな川です。日本一長い信濃川の長さのおよそ13倍、日本一広い利根川の流域面積のおよそ200倍と桁違いの大きさだということがわかります。広いところでなんと川幅 10km を超えるところもあり、対岸かと思ってたどり着いたところは実は中洲で、対岸はずっとまだ先ということもあるんです。そんな超巨大河川であるコンゴ川の下流にはマタディ橋という全長722メートルの吊り橋が架けられています。大西洋に面するバナナ港と首都キンシャサを結ぶ国道1号線に架けられたこの橋は、物流の生命線としてとても重要な役割を担っているんです。港に着いた荷物を都市部へ運んだり、鉱物資源を港まで輸送するだけでなく、地元の人たちの往来に使われたりと、毎日多くの車両が通行しています。今ではなんと観光地としても人気で、撮影スポットにもなっているんです。それもそのはず、地図を見るとわかるのですが、このコンゴ川の中流から下流には橋が全くかかっていないんです。首都キンシャサとマタディ橋は車でおよそ7時間、マタディ橋と大西洋に面するバナナ港は車でおよそ4時間かかります。つまり大西洋とキンシャサは車でおよそ半日かかるのですが、唯一コンゴ川を渡ることができる橋はこのマタディ橋のみ。この橋のおかげでどれくらい現地の交通が便利になったかがわかるのではないでしょうか。橋がない時代は船しか移動手段がなかったということですね。渡し船でしか渡れないため、悪天候の日は川を渡れないなんてこともあったようですよ。そして冒頭でも紹介したように、このマタディ橋は日本の技術によって作られた橋なんです。1960年にベルギーから独立後、いろんな国が援助合戦を行う中、日本がこの橋の建設を請け負うことになりました。1974年におよそ345億円の円借款事業の契約を締結。ちなみに円借款事業というのは、通常の民間金融機関の融資よりも低い金利で長期の資金を開発途上国に貸し付ける制度のことで、途上国の発展を支援するために行われます。ただこの事業と同時期にオイルショックによる世界的なインフレが起きてしまったのです。もともとはバナナ港からマタディ間の鉄道建設として計画されていたこの事業ですが、このインフレにより橋と取り付け道路のみの建設に規模が縮小されました。ただ規模が縮小されたといっても、これだけ大きなコンゴ川に橋を架けるのは容易ではありません。それでもこの橋を作ることができたのは、当時日本で建設中だった本州四国連絡橋の最新技術を採用したから。その技術がなかったら、これだけ大規模の吊り橋を建設するのは大変なことだったでしょう。そしてアフリカ大陸初の長大吊り橋マタディ橋は1979年2月着工、およそ4年後の1983年4月に満を持して完成したのです。橋は車両用と鉄道用の2層構造ですが、現在は車両用の道路のみが使用されています。マタディ橋の完成により、川を安全に渡れるようになっただけでなく、移動時間やコスト削減になったりと、経済の活性化に大きく貢献しました。一つの橋でこれだけ多くの人の生活が変わるということに驚きですね。ところで吊り橋って普通の橋に比べて特殊な構造をしていて、実は維持管理が大変なのをご存知でしたか？
通の橋のように柱と道路だけならそれほどメンテナンスは大変ではありませんが、吊り橋は橋全体を支えるケーブル部分の腐食を防がなければならず、特殊な管理が必要なんです。しかし先ほどお伝えしたように、マタディ橋はアフリカ大陸にとって初めての吊り橋。現地の人々は今までに維持管理の経験がありません。そのため建設の契約には維持管理に必要な機材や保守点検、マニュアルの整備も盛り込まれました。そして日本人の専門家が現地に派遣され、バナナ・キンシャサ交通公団、通称オエベカのトップにつき、現地の人々に技術提供を行ったのです。しかしここで大きな問題が起こります。1991年のキンシャサ暴動を機に、コンゴ民主共和国で内戦が勃発。日本人のエンジニアたちは国内に留まることができなくなり、余儀なく技術支援が中止されてしまったのです。残されたのはマニュアルと現地の職員のみ。さあ、マタディ橋は一体どうなってしまうのでしょうか。ではここからはそんなマタディ橋の行方について見ていきましょう。紛争により技術支援が途絶えてしまったマタディ橋。このままではせっかく作られた橋を管理することができません。そこで立ち上がったのがオエベカの現地職員たち。日本の協力によって作られたこの橋を守ろうと決めたのです。彼らは技術だけでなく仕事への責任感や物を大切にする精神を日本人から受け継ぎました。そして日本人の仕事ぶりを近くで見てきたからこそ、マタディ橋の維持管理を自分たちで続けていく責任をより感じたのでしょう。長い期間一緒に働いてきたことで日本人の精神も伝わったのです。私たち日本人にとってはとても喜ばしいことですよね。当時建設からずっと携わってきた現地職員の一人であるマディアタさんはこのように述べています。ずっと日本人と一緒に仕事をしてきた。完成後、日本人はやむを得ず帰国することになったが、両国の友好の印であるマタディ橋は守らなければと感じた。コンゴの治安が元に戻ったら、また日本人が協力してくれる約束だ。その日のためにマタディ橋の管理を続けている。そしてこの支えになったのが、橋の建設に関わった日本人たちが立ち上げたマタディ橋を考える会でした。遠く離れた日本からコンゴ人エンジニアの支援を続けたのです。考える会による支援のおかげで、オエベカの職員たちは自ら管理計画を立て、維持管理の予算も無事に確保。日常の点検や補修を続け、橋を良好な状態に保ち続けました。そしてようやくコンゴ民主共和国の紛争が終わり、平和な時代が訪れたのです。橋の建設からおよそ30年、現地職員の手により管理されてきたマタディ橋を再度守ろうと、2012年にマタディ橋維持管理能力向上プロジェクトがスタートしました。このプロジェクトでは日本人専門家が現地に入り、橋の点検や維持管理の技術向上に協力したのです。まずオエベカの職員とともに橋の検査を実施。この検査により橋の管理はしっかりと行き届いていることが分かりました。ただ30年も経っていることから、今までのマニュアルだけでは対応できない補修箇所や機材の更新の必要性などが出てきたのです。そして紛争でしばらく育つことのなかった若手技術者の育成も急いで行う必要がありました。政治が不安定だった頃は、若いエンジニアたちが橋の管理でない仕事をさせられるなど、職員は辛い思いもしたそうです。しかし日本人による研修が再開したことで、若いエンジニアの仕事ぶりにも熱が入るようになったりと、嬉しい変化が見えているとのこと。さらにプロジェクトの一環として3回にわたり、現地オエベカ職員の技術者が日本に招かれて研修が行われました。この研修では、
現地職員の熱心さに非常に驚いたと日本の担当者は述べています。真剣にマタディ教をいつまでも守っていきたいと思っているんでしょうね。この研修に参加したオエベカ職員の一人カロンボさんは、本州四国連絡橋の仕組みを学び、日本の技術がさらに発展していることに驚いたといいます。翌年2013年にはマタディ橋開通30周年記念式典が執り行われました。その式典には建設に関わった日本人のエンジニア、通称7人の侍がなんと自費で参加。コンゴ人エンジニアとの久々の再会をとても喜んだそうです。橋の上での再会に感極まって涙した人も。仕事という垣根を越えて懐かしい旧友に会っているような感覚かもしれませんね。それだけ両国の人々が協力してプロジェクトを行ってきたことがこのエピソードからよくわかります。内戦や混乱があったにもかかわらず、ピカピカに保たれたマタディ橋を見て日本人エンジニアたちはとても驚いたそうです。そして2014年には無償資金協力マタディ橋保全計画が決定。つまり円借款事業のようにお金を貸すのではなく日本の資金で行ったというわけです。このプロジェクトでは吊り橋メインケーブルの腐食防止装置が設置されました。吊り橋のケーブルは一度橋を建設した後は交換するのが難しいため、錆や腐食を進めないようにしなければなりません。その対策としてケーブル内に乾燥した空気を送り込むことで腐食を防止し、耐久性を向上させる早期乾燥システムが利用されたのです。実はこのシステム、日本の明石海峡大橋で実用化されたのが世界初。今では世界中で標準システムとして利用されています。ただこのシステムには多くの作業が必要です。毎日の温度や湿度の計測、関連機器の管理や検査など簡単なことではありません。しかしこの作業についても初期の頃は現地から毎週日本にデータを送り、日本の担当者が数値をチェック、アドバイスとともにまた日本の担当者が返信していたそう。これだけきめ細かいサポートは現地の人にとってはとてもありがたかったことでしょう。このマタディ橋の建設に関わった人やエピソードを耳にした人からはこんなコメントが寄せられています。マタディ橋のメンテナンスは我々オエベカが担っているが、絶えずサポートを続けてくれた日本の皆さんには感謝している。日本による技術や設備の支援がなければマタディ橋の維持管理を継続することはできなかった。本当に日本には助けられました。若手を育ててくれたおかげで安心してマタディ橋の未来を任せることができるよう、これからもずっと見守っていきたいと思っている。まさに吊り橋が両国の架け橋となっているなんてすごく素敵なエピソードだ。これからもこの友好関係を続けていきたいよ。日本の資金でアフリカの橋を守ってくれるなんてすごく嬉しいよ。この恩は一生忘れない。2014年9月、ニューヨークで開催されたアフリカ地域首脳会合スピーチに出席した安倍総理は、このマタディ橋のエピソードを紹介したそうです。日本によるインフラ整備は長持ちするだけでなく、働く喜びや努力の尊さを人々の心に残します、と伝えました。コンゴ民主共和国と日本の架け橋となったマタディ橋。マタディ橋の両端にはコンゴ民主共和国と日本の国旗が描かれています。2023年4月には開通40周年を無事迎えました。日本人はコンゴ民主共和国の発展を願って、そしてコンゴ人は日本人から受け継いだ橋を愛する心を持って、この橋は守られ続けています。現在の大きな課題は路面舗装の劣化ですが、これについても改修に向けての準備調査が完了したところ、改修が実現すれば数十年ぶりにコンゴ人と日本人が協力してマタディ橋で働くことになり、さらに友好も深まるでしょう。
建設から携わってきた大ベテランのマディアタさんとカロンボさんは今年1月に引退しましたが、今後は若い世代に受け継がれていきます。マタディ橋の管理を受け継いだうちの一人、ベルカディさんは、長年にわたり橋を守ってきたお二人のことはレジェンドとして尊敬しています。ぜひ後継者として橋の維持管理に貢献したいと述べています。日本の技術によって作られ、現地の技術者に守られ続けたマタディ橋は、今後もこの国の発展のために活躍していくことでしょう。